ったんですよ、なんかこう単独で活躍してくれた後に、うん、で、でもさ、うん、いろいろ気になってて、うん、何その自分が乗る車種が、うん、こうテレビ局の駐車場にこう入ってきたら生意気だなって思われたら嫌だなとか、うんうんうん、でそれ山ちゃんに聞いたら、うん、なんか山ちゃんが、うん、それ若林くんが誰かの車を見て、うんうんうん、あいつのくせにこれ乗ってるって生意気だなとか思うからそう思うだけであって、誰もそんな風に見ないんじゃないって。で確かにちょっと図星疲れてうっうって言っちゃったのよ、うん、2回2回言っちゃってうっうって言っちゃって、うん、で確かに、うん、藤森がアウディ乗ってんの見ておめえが乗ってんじゃねえって思っちゃってんだよね、やっぱり。もうじゃあもう本当そうだね。本当にそうなのよ。さすが山田さんだね。そうそうそう、うん、でなんかこうなんか精神分析学みたいな、なんか本、うん、新書読んでて、うんうん、なんかね、俺自分で謎だったからすごい探したかって、うん、たまたま行き当たりばったりであったんだけど、うん、高級な時計とか、うん、高級料理を食べたくないっていうのが、やたら俺の変態芸人途中下車の本に出てくるでしょ。うん、あれ面白かったな。あれ何回出してんだ、あの文って。あれ面白かったって毎回言うなよ、お前。そろそろ馬鹿にされてる感じするぞ、お前。いやいや、面白かった。確かに何回も出てたね。何回も出てくる。うん、飯食ってるやつ何なんだみたいな、ね。で、居心地が悪くて。ね、だから車も、うん、まあ、こういう言い方したらプリウスに失礼だけど、うん、プリウスとかだと別にいじられないじゃん。うん、結局、控えめになんか見えるし、うん、っていう感じがあって、うんうん、でしたらそのなんかね、そういう高級料理とか、ブランドものをできない人の分析っていうところ載ってて、うん、あ、面白いと思って読んでたら、何よ。なんか自分に自信がない人なんだって、やっぱり。うん、で、その時計をした時に、した瞬間、こんな時計をする人間か、俺はっていう、自己否定が生まれちゃうから、それから逃避するために、うん、そういうものを嫌いだって付け放すっていう人がいるんだって。はあ、なるほどね。そうそう、高級料理食べてても、こんなもん食う身分じゃないだろうって思うのが嫌だから、食べないとか、うん。なるほど。で、自分に、もちろんこの時計をする資格のある男ですよって思えればいい。はい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 、で、うん、なんかいつまでも、なんかその、いや僕は、みたいな、うん。なんか人見知り芸人です。女の子苦手芸人です、みたいな。うん、なんかダセーなと思ってきてて、最近。うん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 、で、自分、がどんな車乗ってもいい男だと思うと思って、うんうん、それをノートにひたすら書いたんですよ。ほう、なんで？ん？どんな車乗ってもいいって。あ、書いて覚えようと思って。そう、覚えようっていうか自分にこう言い聞かせようと思って。うん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 、で、それで車の雑誌買って、うん、結構自分の好きな車ほんと買っちゃおうと思って。まあ、かっこいいと思ったやつを。かっこいいと思ったやつを。もう、関係ないと。そう、で、時計とか、うん、今ご飯とか正直興味ないんだけど、うん、車だけはもうこの俺、ちも趣味の俺が雑誌ずーっと見てられんのよ。うん、へぇ、そんな、あれ昔から別に車の話とかしないよね。いや、もう、超、急に？いや、もう、いや、急にっていうか、ここ最近、そうだね、急に。あなたが車を好きってイメージが全然ないもん。いや、そう、だってさ、もう俺らって言ったら、車なんか持ってるだけで超びっくりじゃん、だって。マジで。そうそう。だから何が買いたいとかさ、そうそうそう。二十歳ぐらいの頃とか、若林さんは聞いたことがないからさ。もう心奪われちゃって、うん、もうほんと芸能人っていい車乗ってる、乗り腐ってるからさ、やっぱり。うん、その、地下中とかでももうすごい見ちゃって、うん、あ、デイブ・スペクターがポルシェ乗ってるとか思っちゃってさ。ああ、ポルシェ乗ってんだ。かっこいいポルシェがウェンウェンって入ってきたらデイブ・スペクターでさ、お前がポルシェ乗ってんじゃねえよとか思って。いや、まだ思ってんじゃん。治る治らないじゃないだろうけど、まだ思ってる。多分買ったら自己嫌悪になっちゃう。大丈夫？いや、それでもう止まんないわけ。うん、あ、これもかっこいいな、これもかっこいいな、って。で、うん、いよいよこう、目星をつけてね。うんうん、で、結構その、うん、トヨタの FJ って車があって、うん、か、うん、ランクルトヨタの。うんうん、か、うん、その、レンジローバー。これ結構高いんですよ。うんあ、聞くね。なんか、レンジローバーって高いイメージあるね。あ、でしょ？うん。これに、ちょっと俺絞って、で、うん、それで、たまたま、その、昼間に仕事が終わり、うん、夜まで、結構4時間ぐらい空いてるって時があって、うん、車で、里光とたまたま一緒で仕事が、うん、レンジローバーの、その、うん、あったわけですよ。ショールームが。うん、で、ちょっと見ていいなんつってさ、普通にこう、ちょっと入ってったわけ。初めてよ。その、俺、パジロ当たったから、初めて自分でショールームに入るわけよ。おあれで、初めてなんかこうドキドキして、外からちょっと見てたんだけど、よし、中入ろうって決心して、うんうんうん、で、ショールームに入ってたら、うん、で、ウィーンみたいな。うん、したらなんか
なんか必ずショールームってエロい女が一人いるでしょ。エロい女なんなんなんかエロい女がいるんだよ。それは格好がエロいってこと、なんなの。エロいんだよ、なんかもう。何、薄いの。なんて言えばいいんだろう、エロい女がいるじゃん。なんか、あの、いいスーツ着て、黒いストッキング、エロい黒いストッキング履いててさ。ああ、そういうことね。それなんか、すくって立ってさ、なんか、うん、いらっしゃいませ、みたいな。うん。うん。それで、そのショールームに入って、どうぞお座りください、なんつって、うん。で、なんか、コーヒーとか、出されたりして。ああ、なんかね。そう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 。うん、イメージあるね。で、どうやって見るかもわかんないから、うん、見ていいですか、みたいになんか見てさ。うん、ああまあ、車があるもんね。そうそうそう。それを見て。で、その女の、エロい女の人が案内してくれるんだけど。うん。エロいことはしてくるの？してくるわけねえだろ、お前。それ、イメクラじゃねえか、それ、普通の。いや、なんだかエロいエロいって連発するから、なんかされたのかなと思う。ショールームのイメクラだよ、それ。でも、しかも設定がとんがってるから、うん、自分でオーダーしなきゃダメだぞ、その設定。いや、そこまで詳しくは言ってないけどさ。で、なんか子供が遊ぶ場所とかがね、一角にあるでしょ。プレイルーム。そうそう、プレイ。ね、里光、あそこで遊んでおけばとか言って。全然笑わねえの、そのエロい女が。なんだよ、笑えよな、これ。で、なんか、若林だってことも気づいてくれてんのかな、くれてないのかな、みたいな感じで、こう、オールバックのなんか、ちょっとこう、なんか、身なりの整ったさ、あの人が案内してくれてて、これはこうですよ、で、ドア開けて、対してで、レンジローバーよ。すげえな、なんて見てて。そしたら、乗ってみますか、みたいな。試乗しますか、みたいな。いいんですか、みたいな感じになって、初試乗ですよ。で、どうやるかもわかんなくてさ、で、あの、車の中乗って、で、後ろに乗るのね。向こうの人が。向こうの人も。で、あれさ、ぶつけたらどうすんだろうって思うけど、いきなり運転させてくれるんだよね。うん。どうすんだろうね、ほんとぶつけたら。それはあり得るわけじゃん。外に出るわけでしょ？うん。バーっと道に。そうそう。いいんだ。いや、いいのなんか入ってんのかな、保険みたいなやつに。で、そうなのかね。なるほどね。そうだね。きっとそうだわ。うん、で、なんか、あの、エロい女の人が、あの、見送りに来てくれて。あ、乗らないんだ、エロい女は。エロい女乗らねえのかよって思ったよ、俺も。ねえ、うん、その男じゃなくて、エロい女の方がいいもんね。そう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 。で、その男の人が後部座席に乗って、うんうん、バーンって、あの、運転してさ。佐藤光は？光は助手席に乗ってる。すごいね、って言って、うん。とんでもないイエスマンだからさ。すごいね、やっぱいいね、とか言って。やけど。ああ想像つくね。そう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 。うんうんうん、で出て。で言ってて緊張してるからなんか結構急発進したりして、うんうん、ぎっこんぎっこん行っちゃったりしてて。それで家の近くのショールームで走ってて、うんうんうん、あの実家の近くでさ、うんうん、走っててさ、うん、であれってさ、うん、自分で勝手に道、うん、好きな道行っていいものかなと思って。そうか。ウインカー出して曲がったら。実家の前通ってみようぜとか言って、里光と言って、ウインカー出して曲がったら、すいません、若林様みたいな。こちらで指定したルートを走っていただきたいんですが、とか言われちゃって。あ、やっぱそうなんだ。そうそう、すげえ恥ずかしくてさ。へぇ、それなんでなんだろうね。なんか広い道の方がいいんだろうね、やっぱり。おー、へぇ。それでこれがこうなってる、ああなってるって、やっぱそこ説明してくれて、うんうん、で乗り終わって、で、それも、それは結構、500万ぐらいの車だったのよ。するね。するでしょ。するよ。で、うん。で、それ乗り終わって、隣にある、もっとボンって大きいレンジローバー、やっぱ形かっこよくて、異彩を放ってるわけですよ。花がある。ランドローバー、レンジローバーってやつが。でもやっぱ実際かっこいいなぁと思って眺めてて、ちなみに、これおいくらなんですかって言ったら、これはすいません。1000万以上しちゃいますねって。で、その、俺そのさ、これはすいません。1000万以上しちゃいますねっていうのになんか、俺の予算勝手に決められてる気がしてさ、おい、ちょっと待てよと思って。そうだね。いや、買えないけど、1000万の車買えないけど、ちょっと待てよって気持ちになって、俺だって駆け込みドクターやってんだぞって気分になって。MC ですよ。これはちょっと若林さんには早いですねって意味だ、ね、そういう感じ。いや、ちょっとこれは早いですからっていうことでしょ。そういう感じだったのよ。明らかにそういう感じだったのよ。それはちょっとおって思うね。うん。いや、買う気で来てるしね、こっちは。悪気ないんだと思うけどね。うん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 、でさ、うん、まあまあ、で、多分その、うん、俺の予想より高い感じだからって言ってくれたんだと思うんだけど。なるほどなるほど。で、すごい結構良くしてもらって、うん、カタログとかいっぱい持ってきてもらって、うん、で、また行こうかなって思ってんだけど。うんうん、はいはい。で、その、で、それで、その後、その自分のパジェロの査定っていうのがあって、うん、あれ俺システム初めて知ったんだけど、もともとお世話になってる三菱じゃん、パジェロって、うん。三菱の人に売りますって言うんじゃなくて、うんうんその新しい車買うとこが査定してくれんのね、あれ。あ、引き取ってくれるってことだ。なんか。
ね、車、こう、これいくらですかみたいな感じで見るんですかつったら、あ、そうですね。ちょっと査定させていただきま、もうできます。みたいな。あ、そうなんですよ。すごい丁寧に答えてくれて、で、これいくらぐらいになりますかねつって、やっぱパッと見だとわからない部分もあるんですけど、とか言って、これあれですね。綺麗に乗ってますね。なんかぶつけたりとかしてないですね。みたいな。で、そういえばつい最近、春日のことぶつけたなと思って。そうね。ドーンってされたね。そう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 。で、ぶつけてないですよね。みたいな。里光とアイコンタクトがあったりしてさ。で、結局なんかまた来ますみたいな感じで、で、結構楽しくて、いろいろすごい良くしてくれて、出たんだけど、で、また雑誌見てて、もう決めちゃおうかなと思ったんだけど、どうしても、どうしても、フォードの、いやもうね、もう車好きになっちゃって、フォードのマスタングっていう車の、があって、それすごいかっこよくて、これがどういう車かっていうと、オープンカーなんですよ。おっと来た来たね。で、これは、ま、あの、レンジローバーの車よりちょっと安いのね。うん。そしたら、俺がさ、オープンカーでさ、日テレの地下駐入ってくるってどうかな。いやー。俺さっきその車幅も全長も、ここの日本放送の駐車の規定をさっきチラッと見たら大丈夫なんですよ。おー。入る。日本放送には入る。うん。うん。それ、どう思う？俺がオープンカーで、昼で、どう思う？いやいや、もう、何で若林オープンカー乗ってんだよ。それは思うよ。でも思うよね。車好きになっちゃってるから。うん、で、ちょっと試乗してみたくなって、それもまたちょっと合間の時間が空いた時に、なんか、行ったの。はいはい、中古車販売センターに。したら、その、フォードのマスタングのオープンカーっていうのを試乗、ね、できます今からって言われて、マジかと思って、で俺その日さ、でオープンカーに乗るわけじゃん、その世田谷なんだけど、で帽子持ってなくて、でどうしこれでオープンカー俺が乗ってんの見られんの嫌だなと思って、でも今日しか時間ないなと思って、ちょっと待ってくださいって急いでトイレ入って、俺完全なオールバックにして。いいじゃん、もう。完全なオールバックにしてサングラスかけて俺乗ったんですよ。もう爆笑してたけど、ディーラーの人。いや、そうだよ、ディーラーの人も。若林さんはどうなされたんですかって話になる。もう絶対俺がオープンカー乗ってるって思われたくないじゃん。そんなの、ツイッターとか書かれたら自意識過剰かもしれないけど、嫌じゃん。で、俺がオールバックでサングラス出てきたらもう爆笑してて。それ笑うね。どうしたんですかって。いや、これは違うんです。これは俺は気づかれたくないからなんです。あ、そういうことなんですかみたいな。フォローをバーってオープンカーして開けてさ。で、オールバックでさ、サングラスの俺とさ、ただのおじさん二人でさ、オープンカーでさ、世田谷通り二人で走ってんのよ。昼間でしょ？昼間？そこそこ交通量もあるでしょ？あんの？なんかサミットで買い物してるおばさんに見られたりなんかしながら。まずオープンカーって一回見るもんね。あ、オープンカーだなって思う。いや、そうなのよ。から、結構目立つよ。いや、そうそうそう。でも普段フォローつけて運転してればそこまで目立たないかなと思ったけど、でも俺、初心者だから、それも分かってなくて、試乗しちゃってんだけど、調子こいてね。で、乗り終わって、いやー楽しかったと思って、いやーもう迷うなと思って、そのレンジローバーとフォードのマスタング。で、今日ね、大輔と現場で空き時間があって、一応大輔も、にも聞こうと思って、で、大輔はさ、なんか、ね、そこ、結構禁止しないじゃん、俺たちの行動を。結構、心広いから、あいつ。聞いてみようと思って。大輔、あのね、つって。俺が、オープンカー乗るってどう思うって聞いたの。したら、大輔が、って一回言って。いや、それは、若林さんの自由ですから、佐藤大輔としては、いいと思います。ただ、K ダッシュステージの社員として言わせていただくなら、反対したいっすねって言われて。なんで確かにさ、オープンカーでさ、ヒルナンデスのさ、入ってきて滑ってたら目も当てれてんねんなと思って、冷静になったよ、ようやく。何週間か前に、私、車を試乗したっていう話したじゃないですか。ああ、してましたね。はいはい。オールバックにしてってやつでしょ？そうです、そうです、そうです。で、車の、どれにするかっていう段階が、いよいよ終わりまして、この車にしようっていうのが決まったんですよ。
あ、ついに。はいはいはい。へえ。でも、車を買うのがやっぱ初めてなもんで。まあ、そうだね。うん。なんか、例えばさ、こう、うん、俺今、パジェロ乗ってるけど、三菱だったら三菱の、ディーラーっていうの、うん、いろんなとこにあるんじゃない？杉並にあったり。うん。うん。なんか、例えばわかんないけど、中野にあったりとか。うん、うん。まあ、いろんなとこあります。うん。で、うん、これ、おのおの別の場所で、買ったりしたりしたら違うもんなのかなとか、うん、値段が、うん、ああはい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 、何も分かんないわけよ。確かに分かんないね、そういえばね。そうそうそう、うん、でなんか俺一個不思議なものがあって、うん、そのこの車にしようと思って試乗した時に、うんうん、俺だったら、俺がディーラーだったらもっと喋るけどなとか思ってたことがあったのよ、うん、助手席に乗ってるディーラーさんが、うんうんうん、ずーっと黙ってて、車内気まずいから、うん、ちょっと俺がこう会話のこう回してるみたいな、うん、これなんとかなんすね、これなんとかなんすねみたいな感じで、これなんかこんな感じなんだみたいな、うん、なんかでずーっとやり取りするじゃない、どっかが壊れたとか点検だっつったら通りに来たり、パジェロもそうだったからすごいよくしてくれたんだけど、パジェロは、だからなんか仲良くなりたいなぁと思って、どうせ買うなら。まあそうだね。多分担当の人みたいな感じになってずっとやってくれるわけだからね。そうそう。で、意外となんかこう、うん、ちょっとこう卒業し、あの、大学卒業してすぐに2年とかぐらい、3年ぐらいのこの感じで、全然喋んないで、うん、ただ座ってるだけだから、はいはいはい、なんか、どうなんだろう、うん、そういうのってって思って、うんうんうん、あの、家の近くのとこからちょっと20分ぐらい車で行ったところに、うんうん、あの、行ってみて、うん、今日、ちょっとそういうお話をしに行ってみたのよ。はいはいはい。うん。したらやっぱディーラーによって全然違うなと思って。うん。あ、別のところに行ったってこと？同じメーカーなんだけど、うん、違う場所のところに行った。なるほどなるほどね。買うのは車一緒なんだけど。はい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 。で、うん、なんか、長井さんっていう人だったんだけど、うん、で僕全然買うの初めてで、うんうん、わかんないですけど、はいはい、これディーラーさんによってどこで買うとかってどうやって決めてんすかみたいな。で、27歳ぐらいの男の人だったんだけど、そうですね、この正直そんなに変わらないと思うんですけれども、長いお付き合いになると思うので、長いという僕を好きになってもらえるとありがたいですって言われて。なるほど、ちょっと癖あるね。いいねと思って。あ、いいの？うん、長いという人間を好きになってもらえたらありがたいっす、みたいな。車じゃなくて、まあ最初に自分を売り。そう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 。売り出してきた。そうそうそう。たら嬉しいです、みたいな。うん。あ、そういうもんなんすね、みたいな。うん。まあ、というよりも俺は、まあ値段なわけじゃん、俺は。いや、そうだね。で、値段はどうなんすか、変わったりするんですか、そこだよね。いや、それは、そうですね、そう言われましたら、長い。うん、限界まで頑張らせてもらいますって言われて。癖があるね。で、前は、この車試乗するときは、前行ったところでは、お待ちくださいって言われて、二、うん、人で乗って、まあ、なんか、ちょっと俺が質問し、4個か5個して、5分ぐらい乗って、降りて、うん、じゃあ考えますって帰ったぐらいなのよ、うん、そこはね。だけど、うん、全然もう会話の量が全然違うのよ、前のところと長いは。はいはいはい。うん、うん。まず乗った瞬間、試乗車に乗った瞬間ね、うんうん、若林さん、この車っつって、うん、座席によって温度が変えられるんですよ。すごい。うん。で、その情報、俺にいるっていうこと言ってくるんだよ。うん、で、あの、例えば、運転席と、運転席を22、5度にしたい、うん。だけど、他は別にいいとか、できるんですよ、うんはいはい。そんなこと知らなかったの、前に乗った時は説明されてないから。うん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 、あ、そうなんですかつって、うんうんうん。それって、ちなみに何のためなんですかつって。うん、若林さんっつって、うん、もし若林さんが砂漠に行かれた場合、うん、昼と夜の気温だいぶ違うらしいですねみたいな、うん、でその際砂漠ですから、うん、メンテナンスや給油できる場所まで時間がかかる、エネルギーはなるべく使いたくない、うん、そうしたら全体的に温めるエネルギーを使えるよりピンポイントで温めたい、そう思いませんかって言われて、うん、いや長井ちゃん俺砂漠行かないのよっつって、そうですよねみたいな分かってたんだ。分かってたけれども、言っちゃったんだね。うん、癖あるねと思ってるわけよ。あるよね。で、降りて、うん、後ろちょっと見てみたいんですけど、つって、うん、後ろが、うん、なんつって説明したらいいかな。後ろがさ、うん、こう、観音開きの横バージョンみたいな、うん、こう、ああ、上下にバカッと開く。上下にこう、バカッと開くわけ。はい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 。で、これ
って、うん、どういうことがいいんですかみたいな。ああ、そうだね。変わってる。うん、普通はこう、観音土産だもんね。そう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 。うん、とか、まあ、上だけに開くとかね。上にだけに開くとかね。うん、あと、まあ、横にこう、金庫みたいなさ。で、こう、なんかね、口からバコってなるみたいな。で、これどういうことに役立つ、うんうん、私のお客様ですと、みたいな。うん、車をバックさせて、うん、海の岸壁のギリギリのとこに寄せまして、うん、そこに座って、うん、そっから釣り糸を垂れるという方いらっしゃいますよ。いや、長井ちゃん、うん、俺やんねえわ、それ。そうですよね。まあ、あれでもそれ長井ちゃんの担当するお客さんの一例だからね。若林さんにお勧めするわけじゃなくて、うん、情報としてでしょ？そうそう。そういう方もいらっしゃいますと。そうそう。なるほど。持ってるね、うん、情報を。うん。長井くんは。で、長井ちゃん、うん、つって、で、あの、市場始まって、はいはい、まあ、行動出てさ、わ、うんうん、ーって走ってて、うんうん、で、こう、ウォッシャー駅、あ、ウォッシャー駅なんかは2タイプあります、みたいな。うん。なんか、そう、ウォッシャー駅だったから、なんかね、うん、その、エンジン部分の、なんかその、ウォッシャー駅とかが凍結しないために、うんうんうん、熱線みたいな、ちょっと熱して、こ、と、うん、あの、凍らないようにするやつが、何万か高い。でも、うん、なんで高いんですかって聞いたの。うんうん、それ言いますって言ったら、うんうん、若林さん、あの、ウォッシャー駅が凍っちゃって、いざ使いたい時に出てこないっていうことがあるんですよ、ロシアでは。うん、って言われて。ロシアなんかではって言われて。長いじゃん、うん、俺ロシア行かねえわっつって、うん。ですよねみたいな。で、ですよねって言った後、若林さん。うん、僕うるさかったら止めてくれないと永遠に話しますって言われる。もうプロ中のプロだね。うん。で、まあ5分ぐらいなんかいろいろ笑いながら一周して、うん、で、これ入れればいいの？車庫にって言ったら、うんうん、若林さんどうですか、うん、?2周目行きませんかって言われた。誘われた。二次会誘われちゃったのよ。誘われた。まだ話すことあるのかな？いや、長い的に俺別に、あ、まあ、そう、だいたい聞、一周で聞いとこうと思って、もう戻るなと思うから、うんうんうん、それまでにバーって聞いて、うん、で、長井ちゃんもすげえ話してくるから、盛り上がっちゃってるし、うんうん、で、じゃあ行こうかって言って、で、二周目行ったのよ。だからあそこは左ですよ、全部覚えちゃってんだけど、俺。なるほどね。そうそう。うん、したら、なんか、これってなんか、なぜパジェロから、うん、あの、買い替えですかみたいな、うん。パジェロもちろんいい車です。それ長い分かってます。なぜですかみたいな聞かれて。うん、で、いや、まあ、これっちゅう理由はないんだけど、長く乗ってるんで、って言ってたら、うん、パジェロよりこっちの車の方がおすすめですって言われて。うん、で、どこがいいんですかって言ったの。うん、したら、つって、パジェロは、うん、パリ高とかで優勝してます。うん、いい車です。そうね、でもそれはフリーの、うん、どういう車でも出ていって、そのパジェロを、うん、基本のパジェロをすごいカスタムして良くしてパリ高とかで優勝してるっていうフリーの部門なんですよ。ただこちらの車、うん、あの、その一般部門で、あるカスタムしちゃいけないっていう分野では、8連覇してます。パリ高8連覇してます。おいや、俺、パリ高出ねえし、つって。だから、これ買おうって思わないよ、つって。うん、でも、仮にだよ。若林さんがパリ高に出たいな、と思った時あったら、すぐ出れますよってことでしょ、うん、将来的には分かんないよ。ゼロじゃないよ。そう。なんかに感化されてさ、出たいなと思ったんです。で、つ、うん、いて、うん、また車庫入れて、うん、で、なんか、うん、なんか、長井さんって、これ、うん、やっぱ、自分の最寄りの、そのディーラーじゃないとこで買う人もやっぱいるんですよね、つって。それってどういうメリットで遠いとこで買うんですかって言ったら、それ長いという人間を好きになってさっき聞いたんだけど、それよりもっと欲しかったから答えが。いや、そうだね。うん。したら、ちょっと飲みの席でもないのに生意気なんですが、とか言われて。いや、飲み行くかいと思ったんだけど。何僕、とか言って。たまに、電話かかってくるんですよ、うん、車買っていただいたから。うんうん、お前、長い今月売り上げどうなんだなんて聞かれちゃうんですよね、うん。で、私27ですけど、40、50のバリバリ仕事して一線で働いてる方と喋るチャンスなかなかなりません。若輩者ですから。つって、うん。で、そういう方と喋れるのは私この仕事してて一つの誇りですって言われて。あ、長くなるなとか俺思って。全然答えが返ってこない。質問の答えが全然。でも止めないと永遠に話すってやっぱ言われてるから、止めない俺が悪いわけだし。うん、で、
悔しいのが聞き応えあんだよね、中井ちゃん。うまいんだ。うまいのよ。やっぱね、そういうことを毎日やっぱり、車売るためにやってるから。そうそう。うまいんだ。で、電話してて、電話かかってくるんですよ。うん、で、中井今月売り上げどうだろうって聞かれちゃって、みたいな、うん。今月全然売れてないんですよ。うん、ああ、まだ買い替えの2、3年乗ろうと思ったけど、お前が売れてねえなら、買ってやるよ。おぉ。こんなこともありました。一例ですみたいな、うん、長井という人間好きになっていただければと、うん、生意気ですが思いますって言われて、うん、いやだからさ結局だんだんメリットは何なんだよで長井なのよいやいやいやもっとさサービスがどうとかさ あるじゃないオプションでカーナビがつくとかさ、うん、店によってね、うん、ディーラーよそういう具体的なあれは返ってこなかったな、うん、長井っていうの長井推し長井推しなんだけど、うん、じゃあ長井ちゃん、うん、勉強してくれんのねって俺も言いましたよなるほど。打ち解けてきたから。そっからか。はいはいはい、はい。したら、うん、いや、若林さんと長い付き合いしていきたいです、この車を通して。なるほど。長い限界まで、勉強させていただきます。うん、そして若林さんが乗る予定の5年後、うん、売るときに、うん、またそこまで仲良くしたいと思ってます。ただ、うんうんうん、この長いの値引きの仕方では、うん、5年後、うん長いクビになってるかもしれません。なるほど。あんまりこの詰めてくるなよっていうのは一応長いもだうまいね。じゃあやってちょうだいよ限界までって言いそうになったところで止めてくるわけだ。ちょっとこう牽制距離取んだよ。なるほどね。うまいね長い。そうなのよ。うん。でそうだねもう言えなくなっちゃったな。で後ろ来てくださいっつってんで、うん、7人乗りでこう。うん助手席、運転席、後部座席3人、うん、そして3列目の2つのシートが出せる、格納されてんだけど、うん、出せるっていう車なのよ。はいはい。ね？だけど俺、長井ちゃん7人とかで乗らないしって言ったら、うん、これ外せるって言ったら、うん、それが、うん、基準で外せなくなっちゃったんですよ。うん、でなんでよ、うん、これ外したら荷物いっぱい乗せれるじゃんって言ったら、うん、いや、若林さん。うんもうここまで来たら、うん、ここまで来たらもう言うしかありません、うん、若林さんのお仕事私気づいてますってそのタイミングで言われたのいやもうそうだろうよって思って早くていいよ行っちゃいますとか言われていやそれ早くていいよもっとさで若林さん、うん、相方と別れなさいって言ったらすんなり別れられますか、うん、いやそれは別れられないでしょ、うん、この座席も一緒ですって、うん、命を守る座席がボルトをねじったぐらいで外せちゃったら座席階という基準になってますって長井ちゃんちょっと例え下手なのよ、うん、全然分かりづらい全然分からないねね、うん、でも大ファンだって言ってくれておで帰りにこう見積もり出して、うん、でじゃあ帰りますっていう時に、うん、ちょっと待ちくださいってバーってなんか裏入って、うんうん、でバーってなんか手になんかちょっと長めの 棒状のもの持って出てきて、うんすいません、これお持ちくださいって、せっかく来てくれて、証に、つって、なんかサランラップはってさ、俺。はあ、なんでただのものはもらっときましょう、若林さんって言われて。サランラップ使うとき、長井のことを思い出していただければって言われて。なるほどね。うん。すごいね、隙がないね。でも大ファンだって言ってたから、長井ちゃん。このラジオ聞いてるかもしれないから。このラジオを通して、やっぱ俺が言いたいのはね。うん50万勉強してくれたらね、うん、5年長井ちゃんと付き合うと思ってます。いや、まあ今日スペシャルウィークということですけれども。そうなんですね。ちょっと怒ってるんですよ。どうしたのよ、若ちゃん。いや、だから企画がね、納車スペシャル。そうですよ、もういよいよね、皆さんお楽しみにしてた、納車スペシャルでございますよ。もうその何タイムテーブルっていうのそうです、ね、ポスターが貼られてんだけど日本のリスナー大感謝ウィークのそう、飾るね俺たちだけですよあんなね、オードリー若林ノーサスペシャル、ノーシャスペシャルノーシャスペシャルでございますけどもねゲストなしで、そうなんですよ何はそんなに怒ってるってめでたいことじゃない車がやってきてね、うん、これからまたちょっと生活が変わるというかまだ運転してないんですよ私運転してないんですよそんなバカな話ないでしょ運転してないのになんかこの辺にあるらしいですよ車はどこか知らないですけどそうなのそうよそれにちょっと怒ってる怒って今日はすごかった俺は朝から何よ朝から一眼レフ出して、うん、パジェがいっぱい写真撮ったからねお別れ最後の別れねうん前から横から斜め右斜め左車内あらどの写真が一番可愛かったどの角度が
あの一番ない、ね、右斜め45度が可愛かった。でもやっぱりお尻からもやっぱり可愛い。あ、そう、お別れだからね、もう全方向から、そうそうそう、写真撮って、写真収めて、で夕方、うん、車取りに行くんだけど、はいはい、約束の時間が16時、うん、やっぱ15時半ぐらいに着いちゃうね、やっぱりね。ああ、もうちょっと気が早く気が早くなっちゃって。うん、で30分前に着いたらさ、うん、袖まくってさ、長靴履いてさ、うん、長井がタイヤ洗ってたよ、新車の。この寒い。この寒い時期に水で。あ、もうちょっと早いですね、いらっしゃって、ほうほう、若林さん来た時に少しでも綺麗にってことで、うん、タイヤ洗ってました。いいやつじゃないのよ。タイヤ洗ってた。ああ、そう。そうだよ。もう嬉しいね。でいろいろこう一個一個の説明があって、保険が長いのよ。保険の説明が。保険。保険。車買ったことないから知らないかもしれないけど、いろいろあんのよ。一つじゃないの保険って。いやもう一個でかいのどんな。全然全然。だから。35歳以上の人がに保険が効くとか、30歳以上の人に保険が効くとか、10代20代も効くとか、もういろいろ、あと自分の車が壊れた時の保険にも入るか、それはいらないとか、もう何通りってしたらもう何十通りになるから、カスガなんて悩むだろうね、あれで、あればっかりはお前の節約感覚多分揺さぶられるだろうな、保険は。そんな細かいんだ。で結局どうケチに、どうケチになるかなんだよ、もう。未来に、未来に事故るってことに関してケチになるか、今ケチになるか。なるほど。いつケチになるのですよ。まさに今でしょと。まさに今でしょと。まさにと、とをやっぱ挟んだね、やっぱ。そのまま言うのはちょっと恥ずかしいよね。恥ずかしい、ね。ちょっと、つまをつけないとね。そうね、飾りつけて。あ、そんなに細かく分かれてる。あれ困るだろうな、お前節約家だから。いや、こちらの方が2万安いですけれども、うん、もし、うん、この車を電柱にぶつけた場合、うん、10万損しますよみたいな。はあ、どこにケチになるか。お前の保険はちょっとすいません、うん、マイク入れさせてもらいます。いやなんで、お前が保険を契約するときは、それはさ、うん、なんかこんなことありえないだろうみたいなことまで細かいところの保険と、うんうん、ちょっと声枯れすぎだね。申し訳ないな、これはね。スペシャルウィークなんで、うん、まあ12月だからしょうがない、ね、これは申し訳なかったのと、お聞き苦しいしますですからね、多々ありますけど、今日本当普通に嘘みたいにベターに坊さん走ってんの見たわけ俺。しますだけに。そうそう、普通に坊さんで走ってんだなと思ったよ。それってそんな話はどうでもいいんだよ、うん、そうだね、そんな話はどうでもいい。うん、もうちょっと聞きたかったけど、ね、どのあたりでどう見たのか聞きたかった。坊さんが原付、普通にベタに原付に乗って止めてる坊さん見て、その後走ってたの、うん、坊さんが。坊さん本当に走る。そんな話どうでもいいんだよ。12月限定の光景です、ね、で保険の話が長くなるんですよってことで、これだったらこうですよね、うん、こうだったらこうですよね、うん、みたいな、こうなったらこうですよねみたいな。あれってなんか等級っていうのがあるらしくて、8等級、7等級、6等級って1年ごとに、要するに保険の掛け金が少なくなっていくんだって、事故を起こさなければ。ああ、なるほど。安全運転してれば。うん、そうそう。あ、年、年ごとのってこと。そうそう。で、俺ね、4年間無事故なのよ。うんうん、あの、釜掘られたのは俺に責任ないから、停車中だから。はいはいはい、4日間で2回釜掘られてね、うん、何のニュースにもなんないんだから、うん、4日間で2回釜掘られたことニュースになんないのに、うん、有吉さんと飲みに行ったことライブドアニュースになってたわ。あらららら、またライブドアだわ。うん、まあね、もう泥団子日記俺絶対書いてやんないんだ俺、ライブドアのブログで。あ、そっか、ライブドアの人だったから。うん、うん、いや、そんな話はどうでもいいんだよ、うんうんうん、俺ね、無事故で、でね、7等級かな、8等級から始まるのかな、なんかあんのよ。それが決まってんだって。だから、4年間無事故ってことは、4個等級が上がってなきゃいけないのに、2個しか等級が上がってなかったの、よく見たら。で、俺、そのなんかもう、聞いてるんだろうけど、誰かの説明を。頭残ってないよね。忘れちゃって。で、なんでだろうと思って、保険会社にその場で、長井の前で電話したら、あの、継続手続きを怠ってたんだって、何日間か。したら、その何日、2日3日の間だけで2等級下がるんだよ。はあ、そうするともう、20% ぐらい違うんだよ、掛け金が。はあ、そんなの、保険の話とかしちゃうようになったな、俺らも年で。そうだな。うん。うん。うん。もうね。それで、おじさんですよ。
それで、なんか、車の説明します、つって。うん、で、長井が、うん。俺、パジェロで行ったからね。うん、あの、車受け取るところまで、はい。で、パジェロの隣に新車が、の、止まってるわけよ。はいはい。で、長井が、うん、写真撮りましょうか、つって。うん、そうですね、なんつって。うん、で、俺、パジェロと新車の間に中腰になって。パジェロと新車に挟まれて写真撮ったよ。うん、それでさ、俺中腰でこうやって。そういう写真をさ、どうするの？いや、飾るのそれな。いや、でもね、うん、あれってね、うん、あのね、いや、本当にね、うん、いや、俺が写真撮るなんてあんまりないことで、あんま知られてないと思うんだ、はいはい。あんま写真撮んないんだけど、はい、いや、撮ろうと思って、やっぱり4年間、うん、仕事行くんで、毎日のように乗ってくと、物、うん、に対して、やっぱり、うん、なんか感情が入るよ。やっぱり感情があるように感じるのよ。あ、そう。珍しいね、若林さん。ほら、物をさ、うん、結構すぐポンポンポン捨てたりだとかね、うんうんうん、あんまり執着しないじゃないですか、うん、車はちょっと別。車は別だよね、やっぱり。なんか寂しいな。なんか昔彼女と別れる時思い出すよな、本当に、うん、うん。あ、そう、うん。それで長井が写真撮りますかつって、うん、写真撮ってさ、うん、中腰で撮ってたんだけど、うん、これあれっすねつって、うん、いざ別れるとなると寂しくなるもんですねつって、うん、そうなんですよつって、いろんなお客さんいらっしゃいましてつって、うんうん、持ってかないでと言ったお客さんいらっしゃいますって長いやつ。嘘でしょ。いやいや、嘘じゃないって。いや、持ってかないでっていうかさ、己が新しい車買いたいって言って。で、下取りに出すのに。下取りに出して、売り金出してさ。持ってかないでと、しがみつかれたことあります。ガン泣きしてましたって言ってた。ガン泣きしてましたよ、お客さん。つって言ってた。それね、どういうことなの？それはないけど、だって、取られるわけじゃないじゃん。お金もらうんだけど、その人。そうでしょ。その人がさ、新しい車買いたいって。いや、でも、いや、すっごい感情入るから、もう、その、収録と収録の合間とか、収録で滑った後乗ったりしてるから、感情がやっぱ入ってんのよ。それをもう包み込んでくれるのは、もうパジェロだけだったわけよ。もう大ちゃんですら包み込んでくれない部分をね、パジェロは包み込んでくれたわけよ。もう、あったよ。もう、その、全然開始もできなくて、先輩ばっかりの現場で、次の移動中、ああ声出しながら運転してる時も。なるほど。ああつって自分の不甲斐なさに、うんうん。そういうのパジェロの中だったわけよ、全部。うん。うん、それも、だからそういうの思い出があるから、なるほど。さよならって思うとそういう風になるわけよ。うん、うんうん。で、それで保険、その後保険の話では何やしてたのさ、はいはい、なんか視線を感じるわけよ。うん。店の外のガラスから。ほう、パッと見たらさ、ほう、ヨシキとさ、ほう、奥田が立ってニヤニヤ笑ってんのよ。何それ、気色は気持ち悪い、気変態が現れたのかと思ったよ。あ、うん、それは変態だね。でもしかとね、多分電話も鳴ってんでしょうね。ブーンブーンって出るわけだよな。で、長井が、うん、ちょっと手続きしてきますって、なんか何回かいなくなったりして、はい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 、で、その度に女の子が紅茶持ってきたりして、うん、で俺それを待ってる間とかも、はい、ブーンブーンってなってるわけよ。出るわけだよ、うん。見もしないですよ。うん。それで、その後車の中行って、車のその動きの操作の説明を長井に受けんだけどさ、ニヤニヤ見てんのよ。敷地にギリ入んないとこで二人で。なんなのそれは。私服もダサいし。そうだね。ディレクターと作家ね、このラジオの、うんうん。ダサいしさ。で、もう無視して説明受けて。うん、びっくりしたのが、うん、オペレーターシステムみたいなのがあって、うん、オペレーターの通話ボタンを押すと、何の？車の中の。通話ボタンなんかの？電話できるのよ、普通に。あ、まずじゃあ電話の話からすると、テレク、社、カーテン。社長とかのさ、テレク、社。いやいやいや。社内、なんていうの、社内電話みたいな。テレクラって違うじゃん。テレクラじゃなくて。テレクラじゃなくて。深澤さん、まだ、車いろいろ進化しますけど、うん、社内でテレクラできないんですよ。まあそういう時代じゃない。まだそういう時代じゃない。うん。え、うん、車の中の電話、社長のさ、うん、席の隣についてたりするやつ。違う。もう、何よ。Bluetooth で、携帯と、つなげるでしょ、カーナビの部分と。
そうすると、電話がかかってきたら、ハンドルに、通話ボタンと電話切るボタンがついてて、通話ボタンを押すと喋れるわけ。え？普通に？普通に運転したから、Bluetooth だから。会話してるように、車内の人と。そう。え？だから、Bluetooth で一回長井に説明受けながら、繋いだわけ。店で。で、他の説明に移って、テレビかなんかの説明を受けた時に、テレビの音が急にスンって消えたんですよ。したら、カーナビの画面に、ゴンって電話番号が出たんですよ。パラララッパラララッ記念すべき一発目の電話がゴンちゃん。で、通話ボタンピッと押した。おはようございますつって、あいつの長い横座ってんのに。急に安っぽくなる、なんかね。一番最初に電話かかってきたのゴンだよ。嫌になっちゃうよ、本当に。へぇー。すごいね。あ、今、ちょっと、うん、大丈夫ですかとか言われて。あ、うん、どうした、うん、うん。若さんが、こないだ一緒にいたカフェで、すごい可愛いって、タイプだって言ってた子が、今日もまた店に入ってるんで、今から行きませんかって言われて、長井に聞かれるじゃねえかと思って、バカ野郎と思って。いや、また後で、かけ直すわ。で、ハンドルのコツをピッて切って、話せるんすね、みたいな。すごい。そういうのがあって、で、オペレーターシステムっていうのがあって、ね、オペレーターに通話ボタンって言われてさ、なんとかなんとかオペレーターのなんとかですって電話出んのよ。24時間なんだって。で、長井がやってくれる。すいません、今ちょっと納車の説明中でして試験なんですけども、お願いいたします、みたいな。ご協力お願いします、みたいな。で、ここで言えば、例えばこの辺にガソリンスタンドがないかとか、この辺に、観光するようなとこないかとか言ったら、その人が探してくれて、で、電話切ったら、ナビを遠隔操作で操作してくれて、目的地になるのよ。そんなバカな。いやいや。未来じゃねえか、それ。未来だろ、それは。本当なのよ。え、この辺でってのは、その詳しい住所は言うんでしょ？いや、言わないの。この辺で、レストランありますとか、ガソリンスタンド24時間とかありませんかとか。この辺でってだって、己がどこにいるのか分かんない。だからその GPS みたいなんで分かんじゃないの。でも繋がってるってこと？車と。繋がってるってこと。オペレで、それは1年間だけ無料で使えることができんだけど、2年目からお金払ってもらいますよ。だからもう、めちゃくちゃ自信あんだろうね、多分。まあそうだ、長いもんね。そう。で、若林さんの、なんかどっか、使うだろうと、2年目以降。記念すべき初めてのご使用になるんで、どっか行きたいところ、言っちゃってくださいよ、つって長いに言われてさ。大喜利じゃん、急に。大喜利、大喜利じゃないよ。別に目的地言えばいい。普通に行きたいとこ言えばいい。でもそんなお前、その短時間、ボケれねえし、恥ずかしいし、短時間で行きたいとこ言わなきゃって思って頭フル回転したら、なぜか東京ディズニーランドお願いしますって言っちゃってさ。一番ベタなとこ。仕事以外で10年間ぐらい行ったことねえね。あ、了解しました。東京ディズニーランド、舞浜、何丁目何の。東京ディズニーランドでよろしいですねってオペレーターに言われて。あ、はい、つって。したら電話切ったらさ、もう1分後ぐらいよ。設定いたしましたみたいな。設定されてんのね。へぇ。びっくりしちゃったよ。すごいね。そうそうそう。はぁ。それで書類に書いてさ、もう40分ぐらい待ってるわけよ。奥田と吉木も。まだいんの？ずーっといんのよ。なんなの？だから音源取りに来たんだろうなってことは分かんじゃん、俺も。話したから。ああ、岡部さん、その納車の模様を。だから、多分それを電話で、何分後ぐらいですかとか聞きたいんだと思うの。自分たちの。でも俺はもう関係ねえからさ、そんなの。電話も出ないんですよ。いや、分かってない。出てあげてさ、ずっと待ってんでしょ？だって来ると思ってないからね、こっちも。まあまあね。そう。で、乗って帰られる予感もするわけじゃない。ああ、乗せてくださいよと。でも、奥田と吉木だけだから、まあまあ、なんか大丈夫かなと思いつつ、大ちゃんじゃないから。で、最後、書類にサインしたらさ、長井がさ、若林さん一つ聞いてもいいですか？お、なんでも、なぜ、うちで買ってくれたんですかって言うのよ、長井が。いや、だから、やっぱり人柄だよね、つって。長井さんの、なんか喋りやすかったし、うん、ありがとうございますって、これからも長井といい付き合い、してくださいみたいに言われて、で今日何されるかドキドキですねって言われて、えと思って、
何されるかって言ってたら、うん、今日ゴノシャースペシャルですよねって言って、それ一切そんな話そこまでして、俺恥ずかしいじゃん、まず、まあ、バレてたんだと思って、うん、でもう、うん、女の子も整備士も全員ラジオ聞いてたんだって、うわ恥ずかしい。それさ、もっと早く言ってほしいよね。しかもあの、うん、YouTube で聞いててね、その、うん、あの、聞けない人は、うん。誰か、整備士の誰かが聞いてるやつがいて、ヘビーリスナーがいて。なるほど、そっから漏れた。もう喋ってますよってなって。うんうんうん、で、ここのショップの一同で、うん、今日聞いてますからっつって言われて。恥ずかしい。で、なんか女の子もその会話してるの、なんか気づいて、トコトコトコってきて、うん、なんかテレビとかでもよく壊されたりするじゃないですか、とか言って。うん、今日壊されたりするんですかねとか聞かれて、さすがにないと思うよみたいな。そうそうそう。まあね、壊すことはないですよ。そうそうそう。言っても。そう。へえ。それでよ、うん、それで出口のところからさ、あってで、うん、この二人がさ、結構中まで入ってきちゃっててさ、うん、もうね、もう我慢できなくなっちゃって。で、まあ長井にちょっと待っててって言った、うん、音源があるんですよね、音源。ちょっと聞きましょうか。へえ。おはようございます。いや、おはようございますじゃないよ。いや、いや何しに来たの。いやもう今俺最後反抗してきて今、はいはい、長いと、はい、今からこれで向かうから日本放送。いやだからそれがダメじゃないですか。ダメじゃないですかっておかしいでしょ。ダメじゃないですか。だから今日納車スペシャルってもう2週間前から言ってるから。いやもうで納車は日本放送がやることじゃないのよ。前先週から言ってんだけど。乗っちゃうとダメなんですよ。じゃじゃじゃ今ようやくじゃあこれ誰が運転してくの？奥田。もし俺作家の奥田。関係ないから。これもう俺が買って、うんうん、俺の私物なわけだから、うんうん、日本放送がとかじゃないのよ、うんうん、毎週言ってるけど、これをすごい嬉しいの今、はい、これをもう乗ってくとマジで嫌だね。マジの話、俺じゃないやつが、しかも奥田なんてやつがいや初めて長距離運転するのは俺はもうたまったもんじゃないよ。そうね、結構な距離は、うん、ダメだよここまで入ってきちゃうと。いや大丈夫でしょ。クックじゃなくて大丈夫でしょ。ここまで入ってきちゃダメだよ。俺はどうすんの。セーバー俺助手席に乗ってくわけ。じゃあだからこっからタクシーです。こっからタクシー。いやマジで払う払う払う。いやそれは当たり前だろ。それ払わなかったらマジで本当結構そこそこ事務所との話になるぞ。それは払うから。いや当たり前で払う。払うことが払うことがいいことみたいに言うなよ。で見送りを待ってるから向こう。だから早くしないといけない。キーでこれだからキー渡すけどマジで何本当丁寧に運転してる。あ、はい、じゃあ奥田君後ほど。はい。いやもう頼むよ本当に。ゆっくり運転してきてよ。そうそう。なんでエンジンのかけ方してんだよこいつ。なんか言えよ。お疲れさじゃねえよ。ガコガコやんない。いきなりよガコガコって言うぞ。危ないんだよ。下がってます。なんで俺が見送んだよ。おい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 ちょっと待って。おい大丈夫かこいつ。大丈夫かこいつよ。とても楽しいぞおい。まあこういうことになって、うん、まあまあまあね。まあまあまあねじゃねえよ。よくやったよ二人はね。うん。よしき奥田の二人は番組のためにやってくれたわけだけども、ただ下品だよね。下品。わかりました。下品な男だよ。こいつがよ。パーキングとかのレバーとかをよガコガコガコってやる。俺もまだやってねえの。あ、なんか、それで、うん、うん、みたいに出てくから、それを、お前、俺と長井と女の子で見送って、俺、その後タクシーで家まで。俺、それで運転して、あの、ね、うん、今日ラジオの入り時間まで、なんかどっか行こうとか、うん、実家帰って親に見せようと思ってたんだよ、俺が立派になった姿を。ね、ちょっと夕方から空いてて。まあ、喜んでくれるだろうね。普通に、普通に家帰って、うん、あれでゴンと飯食ってたよ、そのカフェ行って。あ、一応見に行ったんだ。一応行ったよ、お前。お気に入りの女子のこと。うん。まあまあ、でもさ、ね、こうやって日本さん上げてね、若林さんの納車を祝おうじゃないかっていう。別に俺言って、それはもう嫌なんだよな。うん、俺、まずその、行動を奥田が初めて運転したっていうのもバージンだから言ってみれば。俺もこれ、うん、
ほんと言ったけど、うん、あの、切ってある素材もあるからね。その、なんかこの、処女を奪われたような感じするね、俺の車の。うん、まあそうだね。そうだろう。今はもう奥田色ですよね、今んとこ。気持ちよかったってどういうことだ。うん、よかったっつって。うん、乗り心地は結構よかったでしょ。ほら。うん。あれ腹立ったわ。その、鍵がね、うん、すごい面白くて、うん、なんか近づいたら鍵を持ってる人が開くのよ、もう。鍵かけたりしなくても。ボタンとか押さなくても。そうそうそう。へっていう機能があるのに、で、知ってて、この男も、うん。あえて棒の方のキー出して、ゴリゴリゴリって入れんのよ。なんかあの感じがなんか、インサートされた感じがして。そうだね、もう破られた。俺の女に、新しい彼女に。目の前でね。うん。興奮したでしょ。そんなことで興奮してるんだけど。いや、これ、お前、うん、あの二人も、この二人も、切ってるとこで言ってたけど、うん、車目の前にしたら俺のことかわいそうだと思うぞ、マジで。新車感半端ないからな。あ、そう。うん。あ、そう、もう完全だってもうね、長井がもうタイヤ洗って待ってるやつだからね。タイヤ洗、長井が頑張ってタイヤ洗って傷がないように何度も点検した車を何度奥田が乗ってかいんだよ。じゃあもう番組のためだから。ね、で、車はどこにあるの今、うん。これ飯田さん、今飯田さんが言ってんでしょ、うん、飯田さんって車の乗ってんの今俺の。まだわかんないです。それは。あることあるから。なくなってはいないからさ。俺マジこんな振りするからな。これ聞いてんでしょ乗ってる人は。もう聞いてると思う。飯田さんが聞いてんのこれ。うん、聞いてるんじゃないか。飯田さん、俺振るからな、車。どこにあるのって。うん。まあ、安心してください。だから生放送中のどっかのタイミングで、うん、この日本放送に納車されますから。日本放送にあるの今。うん、だから日本放送にあるかどうかわかんない。日本放送に納車されるか。だから、帰りは乗って帰れるんだもんね。うん、多分そうだ。あのさ、いや、帰りは俺のもんだから。わかんない。帰りも。じゃ、まずここまで来んのでおかしいんだよ。うん。帰りも、その、奥田が乗ってくるかもしれない。それはわからない。私はわからない。うん、奥田、お前、人の車乗っても聞く保険入ってたんだろうな、お前。冗談じゃねえぞ。その辺は大丈夫よ。うん。若林さん、後々に負担になるようなことはないですから。それで、この企画のやりにくいのが、うん、あんまり俺が詮索するとネタを先読みみたいになっちゃうから、うん、車、どこどこにあんだろとかも言えないんだよ、この企画。おおおお。いや、だからいいよ、若林さんは、別にどっしり構えておいてもらえば、納車はされるから。うん。ね、今日の昼間、写真撮ったあのさ、新車が、やってくるからさ。うん。いや、大丈夫よ。マジで、ずーっと乗りたいんだからね。いや、分かってますよ。で、どうすんのそれで。うん、だから、うん、あの、まあ、日本放送に納車されるんですよ、どっかのタイミングで。日本の今ないのね。今はないのかな。ないんです。どこにあんでちゃえよ。でも近くにはあるんですよ。うん、でその時下には降りて、ねえ、はい、あるの。お前里光だけはやめろよ。今こっちいないけど。里光はマジで運転下手だからな。あいつ。でも免許持ってんのもんね。あいつハンドルと自分の顔の距離15センチぐらいで運転するなあいつ。うん、田舎のババアみたいな運転の仕方すんだから、あいつだけは絶対ダメだからな。それはわかんない。誰かが運転してくれるわけだから。あいつだけは絶対運転させないよ。それはもうわかりませんよ。うん、佐藤光かもわからんし。ね。だから。え、それで、うん、だから、そうなの。今はまだ繋がないのね。まだ繋がないです。うん。じゃあこれ、ま、とりあえずやるか。こっちの告知やるわ、じゃあ、先。うん。いい？そうね、片付けときましょうよ。告知がある。片付けときましょうよって、お前、オードリーの漫才楽しいの DVD が出るっていう発表、片付けときましょうよ。あ、しけしけ。うん。大事なことだね。さっさとさ、やっちゃいましょうよ。二人で汗かいて、いっぱい考えていっぱい稽古したライブの DVD を。恥ずかしいこと言うね。片付けときましょうよって言うなよ。まあまあ、それちょっと納車でいっぱいになっちゃってね。皆さんお待たせいたしました。オードリーの DVD、オードリーの漫才楽しい、発売決定だ！お待たせいたしました。今年8月にですね、紀伊国屋ホールで行われたオードリーの漫才楽しい2013の DVD が、うん、来年2月11日にロッピーおよび HMV にて発売されることが決定しました。
紙ペン。マジでさ、ちょっとやめろやめろやめろ。ヨッピーって言ったから。ロッピーだよ、ロッピー。ローソンのヨッピー。つまんねえ、つまんねえよ。おい、つまんねえとか言うな。ロッピーとヨッピーってつまんねえよ。俺、今の俺の心境からしたら、ただでさえ車のことでストレス溜まってんだよ、こっちは。つまんねえとか言うな。ヨッピーに失礼だろ、それは。ヨッピーに言ったわけじゃねえけどさ。ヨッピーに失礼でしょうか、それは。ヨッピーは面白いけども。そうだね。ロッピーなんですよ。うん、あ、そうなんだ。ね、これ良くないよ、パーソナリティと。うん、スタッフがいじりいじられみたいな。頼むよ、本当に。うん、で、予約、予約が本日、ね、今日、明けて今日 ?12 月15日。うん。から、受付開始でございます。はい、ね、詳しくはうちの事務所のホームページ、K ダッシュステージの、ホームページ。うん、そして、これ HMV でも乗るの?乗ってんの?今。あ、見たら乗ってる。うん。明日の10時から。明日の10時。明けて今日の12月15日の10時から、うん、予約ができるみたいなので、皆さんぜひ、うん、見てみてください、うん。よろしくお願いします。よろしい。で、これでいいんだよね。そうね。あと今日スペシャルウィークなんで、うん、リスナーへのこのプレゼントがあるんですよ。うん、ね、納車記念といたしまして、うん、チーム付け焼き場オリジナルスタッフジャンパーを10名にプレゼントします。うん、前余ったやつじゃねえか。いや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 、納車記念です。関係ねえな、これ前回のスペシャルウィークのやつじゃねえか。若林さん、新しく、納車記念として。別に納車記念のなんかないんだろう、だって。ないですけども。雑だな。余ったからではございません。うん。納車記念として、スタッフジャンパーを10名にプレゼントします。雑な、これもね、お楽しみにしてもらいたいなと。本当に余計なことすんなよ、うん、車に。まあ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 、ね。絶対いじんないからな、俺。いや、お祝いだから。ね。そのお前のスタンス何なんで、先々週ぐらいで。まあまあまあ。いや、めでたいことだからさ、我々も祝いたいのは若林さんが初めて車を買ってね、その瞬間に立ち会いたいわけですよ。ね。じゃあ、お前も来て、うん、聖堂さんとかもこの辺の全員、機材持ってきて、うん、俺が車持ったところを祝えよ、うんうん。で、一緒に来ることでいいだろう。それを車取んのおかしいだろ。それはちょっとめんどくさいので。どうせ来るし、若林さん、日本放送で。この時間になったら。繰り返し言うけど、里見津崎はマジやめてくれよ。いや、それはわかんない。今いないしね。別に免許持ってるわけだから。ほんと下手くそだからな。それはわかんない。それはさ。ね、だ里見津だって乗るわけでしょ言ったら、今後。絶対乗せない、あいつには。あいつほんと下手だから。いや、だから車に乗るわけじゃん、若林さん運転して、ね、女子的なね。まあね。そういった意味じゃ、佐藤みつも、ね、やっぱ祝いたいっていう気持ちあるでしょうから。うん、とにかく早く車に会いたいから、行こう、うん。参りましょうかね。うん。うん、じゃあ、こっちもまだ中継次なんでね。はいはい。はい、ということで、オードリー若林、納車速報 !1 階の駐車場に。そうでございます。スタンバイしております。うん、呼んでみましょう。うん、レポーターさーん、近くの丸の内中通りのライトアップもペニンシュラホテルの前のクリスマスイルミネーションも明かりを落としました。深夜の有楽町は漆黒の帳が降りてきております。そんないらねえねえ。喧騒の大都会の一瞬の静寂、土曜の夜、その静寂を打ち破るかのように一台の 4WD が言うな言うな出番を待っています。あんま言うな。おい、若林正康新車ついに納車、その世紀の一瞬を実況いたします。私、日本放送アナウンサー、うん、飯田浩司でございます。いや、飯田さん。お願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。いや、すでにですね、たくさんの車が。一回止まれ、飯田さん。飯田さん。いや、どうしました?どうしましたです。そんななんかね、歌い上げなくていいのよ。何を言ってるんですか、若林さん。その照れる気持ちはわかりますよ。そうね。僕もよーくわかります。僕もね、マンションの鍵をもらったあの瞬間の興奮というのを忘れられないものがありましたけれども。違うね。そんなあんたの話知らんわ、今。あ、そうですか。いや、今ね、すでにこの、有楽町日本放送の、うん、駐車場のところにはですね、うん、4台の車がスタンバイをしておりまして、そのうちの3台にはですね、うん、トヨタのエンブレムまでついているわけです。あるのは、トヨタのハイエース。これが日本放送の中継車でありまして、うん、あとの2台はですね、うんうん、同じトヨタのエンブレムがついているんですが、ま、いや漆黒の色をしているんですけれども、おい、今1台行ってしまいました。あ、違った、それじゃなかった。クラウンコンフォートでありまして、それでは、タクシー。はい。飯田さん、あんまり車種限定されるようなこと言わないでほしいのよ。俺ずっとラジオで言ってないんだけど。あ、
そうでしたか。そうでしたかじゃないよ。俺嫌なんだよ、そんなの。嫌じゃん。だって、でもやっぱりね、ですよ、だってそういうの伝えてもらったら、こっちもイメージしやすいですし、うん、井田さんもナイスおっしゃって。いや、これ、ただ僕もですね、この、ここにいるとですね、やっぱりいろんな車が通るわけですよ。はい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 、そうなるとね、いざ実況しようと思ってもですね、これなかなか難しいと。だってさ、1階の駐車場にさ、俺の車今並んでるって言ってなかった？いやいやいや、車は並んでるんですけど、車が、若林さんのものかっていうのが分かんなくて、ね。そうか、飯田さんは知らないんだ。今のところあるのは、日本放送っていうですね、エンブレムがついてる車が2台と。いや、そんな、おい、はい、なんで俺が日本放送って書いて、車にコーティングしたの納車すんだよ。好きだから、やっぱり。いや、シールじゃ、ステッカーじゃ、もう足りなくて。もう正直ね、はい、オールナイト日本のおかげなこと、本当ありますよ。この仕事してて。そこまでの愛情はないわ、正直。そうでしたか。いや、上にアンテナが乗ってるから、既得な方がいるもんだなと思ったんですけれどもね。違いましたか。わざとらしいな、飯田さん。笑ってんじゃないよ、おい。いやいや、あのね、いろんな車が通るんですけど、できればちょっとでもね、特徴めいたものを教えていただけるとですね。ちょっと待って、そこにさ、里光はいないんですか？ああ、今ですね、いらっしゃるのは、タクシーの運転手さんが佇んでいらっしゃると。あとは、ファンの方々が何人かいらっしゃるというところです。じゃあ、里光が、じゃあ、もう、そこに車庫にも入ってないってこと？俺の車、日本放送の。ああ、そうですね、よくあとですね、今東京7度ですんで、いわばね、冬将軍も祝福に訪れているということで。なるほど、うまい。ナイス、飯田節。ねえ、これ。素晴らしいですね、綺麗。しかし、昼のラジオじゃねえんだよ。やっぱ閉まるな。つい昼のあれが出ちゃうんですよね。昼のトーンで冬将軍も祝福とかそういうのいいのよ。いいね。そろそろなんか、ちょろっとでいいんで特徴とか教えていただくとですね、僕はもう、有楽町のですね、日本放送の先の、プロントの角を曲がってくるところから、逐一、若林さんに全てをお伝えできると思いますんで。だって今、だって聞いてるでしょ。だってあなた今 4WD でトヨタって言ってたでしょ。まあ、そうですね。ちょっと聞いてんじゃねえかよ、もう。せせら笑ってんじゃねえかよ。いやいや、あれはいい車ですよ。本当にいい車ですよ。飯田さん、本当に調子に乗ってるとね、はいはい、またミュージックソン24時間外回りさせますよ。いや、ちょっとやめてください。あれ、翌日、本当に1週間入院するはずだ。本当、お世話様でしたね、あれ、私の部屋をね、についてもらって、ずっと。伊藤睦美荘を24時間おもりっていう、ね。あんた、よくドキドキキャンプ佐藤と外にいるね。あん時もそうでしたよ、本当、このぐらい寒くてですね、大変なことだったんですよ。確かに。いや、これはもうね、若林さんのため、オードリーのお二人のためならですね、肌を2枚でも3枚でも脱いだろうということでございますね。ありがたい。いやーもうね、4WD が今、この有楽町の近くのどこかでですね、そのエンジンにオイルを入れ、そして、始動の時を今、今や遅しと。当たり前の構造を言うな、車の。いや、飯田さん、黒、黒って言っちゃった。黒、黒ですって。黒ですか？ええ。わかりました。黒い車、サゴン、今目の前を通ったのもですね、白と青の帯をした個人タクシーであります。だからタクシーなかなか黒い車は通らないですから、これ。もう目を皿のようにしてですね。私、ここでずーっと待ちたいと思いますんで。はいはい。また黒い車が見えましたらお伝えしますんで。はい。よろしくお願いいたします。はいはい。お願いします。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございますっていうか。え、ちょっと、これはもう、里光が、外を走ってるってこと、うん、いや、それは分からない。我々も分からないんだよ、それはさ。飯田さんが伝えてくれるから。いや、ゴンちゃんならいいのよ。ゴンかダブルネームジョーならいいのよ、運転うまいから。いや、それも分からないですよ。だからやってくるから。ここの駐車場に入ってんじゃないの？今だからないのよ。だから飯田さん曰くまだ見当たらないから、入ってくる様をキャッチして、こっちに伝えてくれるってことですか、飯田さんが。ええー。ね、実はこの。長井の可能性もあんのかな。まあ、あるんじゃない？だから、触れにくいんだよな、この企画だから。まあいいや。いや、もう飯田さんがやってこの時間にですよ。うんうん、なかなかね、アナウンサーの方がやってくれることないですから。うん、最初、クリマンさんにオファーしたんですよ。したら寝てる時間だから嫌だっつって。うん、断られて。まあ、そらそうだろと、こっちも。で、飯田さんが引き受けてくれたというね。あ、そうなの？話、この段7度って言ってたから。別に誰でもいいんだよ、俺。正直。いやいや、若林さん、ドキドキしますね。ふざけんなよ、やってくるんですよ、オードリー若林、やだ！納車速報！
出ました納車情報第2回目でございます。いや向こうのさじ加減だろ。いやだからやもしかしたら、いやちょっと待てよ、どうして興奮してるんですか。いやそんな段取り通りになんかやってるだけだろ。聖堂さんが書いた台本通りに何速報みたいな体でやってんだよ。何か進展があったんじゃないか。進展があったのかじゃねえ。おそらくね、決まってのそれ通りにやってんだ俺。もしかしたらやってた。これお前求心の通りだからな、こうなんか書いてあることが。若林さん、うん、落ち着いてください本当に、うん、落ち着いてくださいよ。なんだよ納車情報でございますから聞いてみましょうか。納車情報じゃねえよ、どうなってんだよ。うん、飯田さんどうなりました。日本人のアイデンティティといえば20年前は家電、早く状況説明しろよ。パナソニック、10年前になるとそんないらねえんだよ。ホンダ、日産、海外に出ると声をかけられるのはメーカーの名前ばかりでした。確かにそんな中、大陸の奥へ行けば行くほど、はい、車の名前で声をかけられるのをご存知でしょうか。日の丸の誇る技術、それがランブグーであります。おい、特に中東の信頼度は抜群。あの世界中の戦場をめぐる不肖宮島、宮島茂樹カメラマンがイラクでアフガンで相棒に選んだのはこのヌンガでした。そうね、やっぱりね、はっきり言っちゃうとね、はっきり言っちゃうと分かっちゃうからね。イダク、今若林さんはその車を選んだわけであります。飯田さん、どうしました。どうしました。車種をさ、ほのめかすな。いやいや、何をおっしゃいますやら、そんな自意識過剰ですよ。いや、自分で、うんぬんぬんって言ってたでしょ、今。いやいや、僕はちょっと歌舞伎が好きだもんで、いや、知らねえ、そんなの。いやー、まだ寒い中ですね、本当に。しかしですね、うん、若林さんの選んだ車は、その寒さにこそ、進化を発揮するわけであります。うん、なんといってもですね、うん、あの、ダカールラリーで、うん、中止を挟んで6年連続で優勝。うん、すごい。去年、今年と2位に輝いたという名車中の名車であります。調べたら車種限定されるだろう、おい。いや、それがですね、もう今ね、ダカールラリーというのは、実は、南米で行われてるんですけれども、日中は50度を超える暑さ、そして夜になると氷点下を超える寒さと、うん、その寒さの中でも全くびくともしないのが、あのトヨタの、うぅぅぅぅぅ。わからないな。おい。わからないな。ルーザーって言ってただろう。あ、今ですね、うん、ちょっと動きが見えたような感じがありますね。動きって何かありました。漆黒のですね、まるで重戦車のような車体の影が少しちらっとその十字路の右奥の方に見えたような人。それ俺のだよ。この寮の眼には見えました。来たんじゃないか。それ多分俺のだよ、この通りを。ひょっとするとですけれども、誰だ、その可能性がありますんで。動いてんの飯田さん、車。車ですか。動いてんの、止まってんの。いや今ね、しずしずとですね、クリープ現象を起こしてるような感じ。ま, ね、まだこう、おい、マジで、前へ前へというしてんのよ。もう1ヤードずつ刻んできてます、今。1ヤード、メートルでいいやよ。なんですね。なんでヤードでいったんだよ。もうでもね、サードダウンですから、そろそろこう、俺らのアメット気にかけてこなくていいんだ。なるほどね、ドキドキしますね。余裕あんない、飯田さん。いや、何をおっしゃいますか。でもね、これ僕らが油断すると、バックしちゃうかもしれません。いや、知らねえ、そんなくだらねえこと言ってんじゃねえよ。なるほどね。見守っておいてください。ね、お二人もですね、そろそろスタンバイをしていただいた方がいいかもしれません。あら、スタンバイって何。じゃあ行きましょうか、下の方にちょっと。あ、今曲がってくる、ね、来るかもしれない。あ、違う、行こう、タクシーだ、行こう。あ、タクシーだったって。違うよ、うん。いてつく寒さの日本放送1階駐車場です。いや、お見事ですね。オードリーのお二人が降りてきてくださいました。いやいやいや、伊田さん本当に寒い中をありがとうございます。いや、いや、いや、なくていいのよ、いてつくとかさ。いや、いいじゃない、飯田節がね、こう生で聞けて本当に嬉しいですよ。いや、しかし世紀の瞬間ですよ、本当に。これは瞬間じゃないよ、僕はもう感極まってしまうんじゃないかと思うんですが。何の思い入れもないだろう。いやいやいや、そんなことないんですよ。誰が運転してんだ、それで。あ、向こうから、あ、なんか来た、近づいてきました。あれかな、タクシーだよ。思いっきり空車って書いてある。何を言ってるんですか。思いっきり屋根に個人って乗ってる。ちょうちんって違ったか。あれじゃなかったか。残念ですね。どこだ、うん、こっちだよね。いや、ここはあの一方通行で我々見て左から右に車は流れていくという、ね、そうですね、まあ見やすいとこですわね。うん、来たらすぐ分かるよ。
里見手が乗ってんな、うん、これだよ間違いなく。まあ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 、あの、うん、いろいろ詮索してあれだなって言いながらいろいろ詮索してますよね。困るのよ。うん、まあ納車されますからね。そうですよ、待ってればね。ね、いやしかしね、うん、こんなにねみんなで祝福してて、なかなか僕もあのいろいろ世界の納車というのを調べたんですけれども、うん、あ、ありがとうございます。あれ、あれかな、今左折してこようとしております。あれか、来た、小槍貞義さんはこの困難を乗り越えた車、はい、ランドクルーザーについて、誰もが遠くへ行ける、単に移動の自由だけではなく夢見る自由を広げてくれる車ですと言っていました。来た、あれ、この車が素晴らしい車が、そのまま止まらない、あれ行っちゃった、まっすぐとランドクルーザーは行ってしまう。そして若林はそれにくっついていく、今踏み込んだ若林がどんどん置かれていく、呆然と見送った若林正康、あれ行っちゃった、呆然と見送って、そして今こちらへ戻ってまいりました若林さん。しかし車は赤信号で止まっている、個人タクシーの後ろで赤信号に止まっております。今再び動き出しました。そうです、たとえ止まってもランドクルーザーはまた前へと動き出すんです。若林さんの人生そのものであります。多少の砂鉄があっても、しかし青信号前進前進前進、今ペニンシュラホテルの左を見事に曲がっていきました。ちょっと若林さん戻ってきて、若林さん戻ってきて、ちょっと戻ってきて、すげー見てた、ハマロンだぞ、ハマロン、里見津じゃない、ハマロンが、ハマロン、なんでハマロンが、我々ちょっと運転席までね、ちょっとね、わかんない、あれは若林さんの車だったんですか。俺のね、俺のナンバーだよ。いや通り過ぎていったからね、ねえ通り過ぎていったんだよ、なんでハマロンが運転して、ね、タクシーかと思いました。そう、ね、自分の車みたいに運転してたぞあいつ。誰が滑らかな運転でありました、ハマロン。なんか探しながら里道乗ってなかったぞ。ちょっとキョロキョロしてましたけどね。通り過ぎて行っちゃったからね。そのまま行ってしまいましたけれども。うん、あ、今あれだろう、仕事してんじゃないの運転手として。いやもう仕事中なのかもしれない。ちょっとよくわかんないですけど、だから若林さん納車ならずということで。残念だよ。残念。納車ならずです。納車ならず。納車ならずでフィニッシュです。残念。ちょっと待って。納車です。本日納車でフィニッシュです。ちょっと待って。チャレンジして成功とかのもんじゃねえだろう。チャレンジ失敗。残念。納車です。そして、業務連絡でございます、お二人。はいはいはい。オードリーの年賀状のコーナーをですね、絶対この時間に放送しなきゃいけないということで、至急スタジオにお戻りいただいて、コーナーをお送りください。あれはですね、ハマロンだ、あれ、あれそうだろ。あ、行った。通り過ぎたのもハマロンだろ、あれ。ちょっと若林さん戻ってきて。戻って。若林さん戻ってきて。車は行ってしまいましたので。今、真横通る。すごい。今ハマロンさん、いや、あれハマロンが加速でしたよ、今こんな時間にランクルが2台続けて、ランクルって言ってた、あ、ランドクルーザーですね。若林さん、黒のランドクルーザーでよろしいですね。2台続けてくるわけねえもん。ええ、確かに今通り過ぎてきましたな。私もちょっと見えて、ハマロンさんだったらあれね、あれは、うん、あれ違うよね、タクシーです。あれは違いますね、はい、じゃあちょっとスタジオに戻んなきゃいけないと、かしこまりました、はい、僕らちゃんと僕ここで見てますんで、はい、またなんか進展があったら連絡ください。はい、いや若林さん残念でしたね。何がだよ、納車ならずでとりあえずハマロンが運転してたぞ。ハマロンさんでしたね。日本放送ってどこかなみたいな顔して通り過ぎてたぞ。多分だから分かんなかったんだろうね。あいつ今だって、うん、あれ、あの上田さんのね、運転で仕事中ぐらいの時間じゃないの、ちょうど。まあどうな、でもまあどっちにしてもハマロンさんでしたね。何やってんだよ。で、うん、2回目通り過ぎてたら、あの普通に奥を、そうだ、曲がりもせず日本その前あれ、そうだよな、あれ多分そうだったね。うん、ちょっとスピード出てたから。なんでハマロンっていうチョイス、なんとも言えねえわ。でもドライバーっつったらハマロンさんだからね。いや、それがさ、うん、聞いてる人はどれだけわかんの、リトルトゥースは。俺らが、2回か3回ぐらいだろ、ハマロンが運転手やってるって言ったのは。運転手ってたらハマロンさんだから。運転手の隠語がハマロンってなってますからね、もう今ね。どうなってんだろうな。いや、まあ大丈夫。だから、ある、近くにあるってことは分かったからいいじゃない、わかんないさ。まあね、うん、ランドクルーザーがね、うんうん、ちょっと自分で言っちゃったよね、写真を、ね、ありがとうございます。、うん、これで非常に探しやすくなりました。
うん、俺のランクルがーって、もうだいぶ追っかけてたもんね。いや、実際だから、目の前にランクルがあるから、ランクルって言っちゃうよね、やっぱりね。ねえ。やだ、あんな曲がり方してほしくないわ、自分の車みたいに。うん、どうでした見て、走ってる自分の車見て。何がだよ。新車を。走ってるとこだって見てないでしょ、まだ。いや、うん。うん、自分で運転もしてないわけだからね、うん。ちょっと嬉しかったんじゃないですか。いや、超かっこよかったよ。あれがほら、この後納車されるんですよ、若林さん。ヘッドライトがかっこよかった、すごい。そうでしょ、うん、うん。興奮するでしょ。うん、興奮するよ。ねえ。ちょっとじゃあ、コーナー。はい。いや、若林さん。はい。どうなってんすかね、今、新車の方は。いや、ハマロンが乗ってんだろ。ええー、日本放送の場所分かったかな、ハマロンさん。いや、お、来た来た若林。ちょっと待って。納車速報うわーついに来たワクワクするぜいガラスの向こうで、うん、スタッフが、うん、急に速報が入ったみたいな動きのふりすんのよ。なんかバタバタすんのよ。ふりじゃないよ、慌ててんだよ。バタバタして大沢さんにQ出してんのよ。決まってんだろうが今の決まっちゃないよ。いや急に入ってきた、わざとらしいね、本当に。慌ててんだ。いや若林さん、うん、ね、このジングルが鳴ったということは納車情報ですか。また進展があったんですよ、おそらくね。ちょっと待てよ、ね、もうよ、うん、俺がまだ運転してねえのに、うん、奥田とハマロンが運転してんだぞ、うん、俺の前に、ね、そうだな。うん、日本放送にだから着々とね近づいてきてるわけですよ、若林さん。いただろさっきもう真ん前に止まんねんだ俺、はい、ちょっと前出ておいって言ったのに。呼んでみましょうか飯田さんを、うん、ねえ飯田さん、なんか動きありました。声枯れすぎだろ。あのキサラの楽屋でビートたけしさんに死んでもやめんじゃねえぞと言われたあの夜、いらねえんだよ。新宿の交差点で目の前を走っていたのは、うん、漆黒の車体にネオンサインを反射させたランドクルーザーでした。はっきり言った。あの時、小指の一本も触れられなかったランドクルーザー。ついに、ついに、若林正康は、その車を手に入れるのです。俺に頑張ってきたんだね、俺はよ。素晴らしい、ね。おめでとう、若林さん。笑ってんじゃない。飯田さん、あんた楽しんでるでしょ。何を言ってるんですか。いや、先ほどほら、うん、あの、ダカールラリーの話がありましたけれどもね、うん、90年代は三菱パジェロの時代だったんですよ。うん、これが2000年代、21世紀になると、うん、ランドクルーザーになるんですね。飯田さん、はっきり写真言わないで、そんなに。いや、若林さん、もう、うん、先見の明というかですね、これで新たな10年、20年が開けるという意味で、素晴らしい車を、うん、同じことを永井が何回も言ってたわ、これ。あ、そうですか。そうだよ、転職できますね。知らないよ、そんな。いいディーラーになるよ。うん、いやあの今ですね、手元の温度計は6度を指しておりまして、より一層冷え込んでまいりました。だよね、うん、いや冬将軍がまさに祝福をしているという意味ではですね、何回言うんだよそれ、気に入ってんじゃないよ、うん、いやお見事ですよ、ようやく、飯田さんお見事、うん、いやようやくね、これ冬将軍が近づいてくるということはですよ、うんうん、ランクルも近づいてくるということですよ、あんま言うなっつってんだから、うん、どっちが早いかな、冬将軍かランドクルーザーか、ね、そう、今1台の車が、あ、来た、セダンですね、あ、違ったか、クラウンコンフォートでありましたね、ドキドキさん、それもういいよ、やんなくて。そろそろ、いや、ん、今度こそです。うん、来た？あの、黒光りしたのは、先ほど私の目に焼き付いた、うん、あの車に違いがありません。あ、来た？今ですね、しずしずと近づいてきておりまして、いよいよというところまで来ております。え、車庫、車庫入れんの？今から。いや、これで、車庫というかですね、まだあそこの左の角をですね、曲がる直前のところまで来ているというところですんで、今から動き出せばお二人間に合います。あ、行く、じゃあ行こう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 。今から再び日本放送本社1階の駐車場であります、うん、はい、今現在気温が 5.5 度まで下がったということで、また下がりましたね、すいませんね、長い間外にとんでもない、どこよ、来てますかね、そろそろだと思うんですけれどもね、まだその闇の中に、あれか、まあ何しろあれ車が黒いですからね、この漆黒の闇の中だとなかなか難しいという、今ペニンシュラホテルの前を1台の SUV がねぐるーっと回っていきましたけど、あれはちょっと違うんじゃないかな、ちょっとぐる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 回ってますけど、あれ、あれそうかな、そうですね、違うか、あれ違いますね、今ゆっくりと地下駐車場へと下がっていきましたんで、あれは本気で違うと思いますけど、あれ本当違うやつです、違うやつ、そしてあそこの角に止まってるのもあれもどうやらシルバーの車なんで、これもまた違いますね、
ったり来たりしてるけど、冷やかしてんのか俺の納車を。俺の納車。あ、今黒い車が左に曲がってこようとしています。タクシー。分かってるじゃん、飯田さん。いや。あ、またさらに1台の暗い車。タクシー3台来たよ。あ、タクシーが3台。すごい来ますね。いや、これはタクシーはこれ。バンバンタクシーがいっぱい来る。ひょっとしたら陽動作戦かもしれませんよ、若林さん。陽動作戦なんですね。なんで協力すんだよ、タクシーが。タクシーが。来ると見せかけてというですね、うん、今のところまだ見えませんけれども、うんうん、そうですね。まあしかし何しろですね、素晴らしい車を若林さんは手に入れられまして、うん、いやちょっとこの車はですね、1951年に警察予備隊、今の自衛隊の機構から始まって、あれだぞ、おい、62年という名車地の道、今左に曲がってまいりました。さあ一気に来ました、ランドクルーザー。漆黒の闇にも映える、まさに黒船であります、ランドクルーザー。芸能界の荒波をこれでクルーズ越えていきます。おっと、若林に今突っ込もうとした。俺の車だろ。しかし、キョロキョロしております。キョロキョロしております。そこはバックでどうやら日本放送の駐車場に入れようとしている。やめろよ。さあ、このランドクルーザー人生初バック。初バックになりますか。走りに、当たる。おい、やめろ、当たる。前出ろ、一回。今、一旦バックギアから前進しましたが、前進しても危ない。遠赤にぶつかる。ギリギリのところであります。素晴らしいドラテク。お前上田さんと打ってたってやつ。もう一度バックする。早いよ。バックする。バックが早い。バックが早い。ギリギリだ、ギリギリだ。ギリギリ。さすがギリギリだが。お前切り返す。ゆっくりやれよ。切り返す。ゆっくりやれ、ゆっくりやれよ。ゆっくりやれ。おー、ギリギリのところで、なんとかバックミラーが助かりましたけれどもね。さあ、さらに後ろへ、さらに後ろへ。ギリギリまでこれ行くんでしょうか。もっと後ろへ。あと20センチ、10センチ。止まりました。いやー、お見事。いやー、見事に育て込みしていただきましたけどね。もう来た。そして今降りてまいりました。お疲れ様でございます。お疲れ様です。見事にランドクルーザーをきちんとここに運んできてくださいました。いやー、今どうだっただろう。しかしあれですね、タイヤが、長井さんが必死に洗ったタイヤのはずなんですが、ちょっと汚れたところが見えてますけど、これも味ということでしょうか。そうですね。俺まだ運転してないんですよ、これ。なんでハマロンが。いや、でも新車ですね、やっぱり。綺麗ですね。そう、ちょっと待って、またハマロンがなんでこれ運転してんのか教えてくれないとさ、どうなってんの今。うん。ということで、車を運転してくれたのはハマロンさん、うん、ねえ、ありがとうございました。こんばんは。普通に挨拶してんじゃないよ。いやいやいや、どうでした。乗り心地は最高、うんうんうん、最高。だからもう、うん、うちの会社に持って帰りたいぐらいの乗り心地で。それをぐっとこらえて。そうだから、慣らし運転っていうのも必要だって聞いたから、軽く加速もしときましたけど、ギュンギュンのやつを。なんで一回通り過ぎてんだよ。いや、だからほら、分かんなくて、場所が分かんなかったんですよね。だってクリームさんやってたんだけど、ラジオ分かるだろ。いやいや、でもなんかちょっと慣れなくて分かんなくて、でちょっとしばらく、ね、すみません。何年やってんだっけ、運転手。運転手2年、うん、2年や、うん、そうか。それで日本放送ここかなと思って。そう、日本放送2年間来てなかったからね。来てなかったから。立ってたよね。いやいや、これね、まあ、だから浜野さんでございますけれども、うん、若林さん、なんでね、運転手が浜野さんなのか、うん、おい、ちょっと待って、おい、何、出待ち写真撮んな、ナンバー写ってんだろ。まあ、いいじゃない。お祝いだから。ツイッター載せんなよ、お前ら。載せてから、最後の数字だけ消せば大丈夫だから。ね、お祝いだから。何写真バシャバシャ撮ってんだよ。まあ、若林さん、うん、なぜ浜野さんなのかということなんですよ。うん、これはチーム月明葉からのプレゼントなの。プレゼント、ね、若林さんがこのクリーム上田さんにね、うん、上田さんのレベルまで達したというね、いやそれ判断をしまして、達してるわけねえだろ、ね、そんな、ね、で天野さんに乗ってきて、わざとこっちが頼んで。いやだから噂には聞いてますよ、その、うん、若林くんが俺を欲しがってるっていう。すごい欲しがってるって話は聞いてますよ。いや、運転手さんってどうなのかなっていう話はどうかしたのよ、天野さんの。いや、まあそれグイグイ来てるけども。いやでも、いや俺の気持ちも考えて、俺芸人やってて運転手としてオファーかかってるからね。衝撃よ、ね、しばらく仕事ないなと思って、久々に来た仕事運転よ。運転手の二股あんまないでしょ。失礼なお願いでしたけども、いや本当すいません、心よく受けていただいて。今日だって上さんのゴーイングすっ飛ばしてこっち来てるんですか。そうだよね。そうですよ。基本的におか
しいと思ったんだよ今日さ。これのせいでナチュラルエイトの車のシフトがぐちゃぐちゃになっちゃってんだから、うん、浜野あっち行ったら大変だぞみたいになっちゃった。お願いしますよ本当に。浜野さん見合いですね。そう浜野人気あるんだから運転手としてね。ああそうなの。ちょっといやまだ運転してだから奥田さんと浜野さんしか運転してないのよまだ。うん、うん、困るのよ、ね、だから。いやでもほらもう二人ともねもう運転のしもう気持ちよかったとおっしゃってますから若林さん安心してさ。なんかちょっと手垢みたいのついてないかあそこにベタベタにここあとりあえず一人で生活感は出しておきました。これなんだこれこれ、 いやこれなんだこれって、ここなんこんなとこ持つとこじゃねえだろ、うん、確かにこれ誰かがべったり触ったね。カーナビみたい、いやカーナビみたいについてるぞ。え何あれ。ちょっとちょっと乗ってみよう乗ってみよう山田さん乗ってみましょう。えこの俺ちょ俺カーナビこれあれなんで標準装備なんだよ。あれ2台あるねカーナビがね。なんでカーナビがもう1台もう1台助手席の目の前あれ何これ。女性アナウンサーか。なんだこれ。なんだ女性アナウンサーカーナビっていうカーナビがついてるよ車の中に。何これ。ナビなんだこれ。なんかおいちょっと待って。おい何おい何だろう。お前パン食ってんだろ車の中で。どうしました。こいつパンとコーヒー飲んでるぞ。あドリンクホルダーにコーヒーと。何考えてんだこれ。いやこれ待ちが長いから。前こんなにやめておい俺のパン捨てんだろ。マジ怒り。ありがとうございました。ちょっと待って。サトミションポカリ飲んでんじゃねえ。俺のだよ俺のポカリだ。ポイポイ物を捨てて。なんだこのカーナビを。日本放送この響きです。誰だこいつ。日本放送運転は安全走行。運転中実際の交通規制に従って走行してください。あルートを検索中です。少々お待ちください。おいいらねえよこれ。いやすごいなこれ。何ですか飯田さん。いやこれがですね、日本放送女性アナウンサーカーナビというもんでございまして、これがですね、チームつけ焼き場からのプレゼントでございますよ。まさかいらねえいらねえこんなのよ。カーナビのね、カーナビの2個持ちする人はいませんよね。いらねえ。スマホと普通の携帯持つ人はいても。これだから女子アナの方々がルートを案内してくれたりするわけですよ。こっちのナビで十分なのよ。いやいやいやこれがですね、まああの日本放送のですねラジオリビングという、まあ、通販のところで、今絶賛発売中でございまして、代金が22,800円だから。何宣伝ぶち込んでるんですか。安い、ね、しかも女子アナとこれ、あのドライブしてる気持ちになれるというですね。嬉しい。ドライブして嬉しい女子アナなんかいねえだろ日本放送によ。なんてことですか。ちょっとうちの女子アナごとちょっとねえ。ちょっとおいこれなんかシールみたいになってんだろ俺。シールみたいのにくっつけてんだろこれ。外せこれ。やめてば外せばかやろ。どんな揺れがあっても大丈夫なのにしっかり止めときましたんで。そうそう落ちちゃったら大変だからね。落ちちゃったら大変ですからね。何コーヒー飲んでんだよ。お祝いだから若林さん。おめでとうございます。また新車の匂いがしますね、うん、さあここでですねオードリーのお二人で初めてのドライブの儀式を執り行うというのもございますんで。なんでこんな汚れと俺がドライブしなきゃいけないんだよ。あれが汚れだよ。いやいや大事なことですよね。赤坂さんはあの、じゃあ助手席の方 の方に、はい、まあ、女子アナも助手席にいるんですけれども。車のビニール剥がしてんじゃねえよ。いやでも新車のいい匂いするじゃないですか。あいい匂い、ね、いい匂いが。いいね。あんたこれちょっとあれだな。え？じゃあこれからちょっとスタンバイをしていただいて、はい、で、いよいよお二人で初めてのドライブの儀式でございます。一旦お知らせです。いや若林さん新車のいい香りだこれね。あたまりませんなこれな。どうすんだよ。いや二人のドライブでございますけどね、ちょうど今ね、あのこの後のね、あのパンサーのオールナイトニッポンRの尾形くんがね、まあ日本車、うるさいうるさいうるさい、すいません、うるさいよ、すごい車で、新車なの若林くん、うわーすごいっすねこれ、やめろやめろ、めちゃくちゃいい車じゃないですか、早く早く入って日本ほど長い、いやいや入れないっすよこれはこんな見たら、どうする今ドライブ行くんだから持ってくる、乗ってきます、いいよ乗ってこなくていいよ、大丈夫2時間、いいよいいよ2時間大丈夫です、もう行けよ早く尾形君、打ち合わせあるでしょ行けよ早く、いやいやいやちょっとすごいっすね僕も頑張ります。これね、自分のお金で買ったんですよ、中林くんが。おい、やめろやめろ、なんか触るな。
ランドクルーザーめっちゃいいじゃん、そのランクル一番欲しいんすよ、ね、いいよ、まあ頑張ればこれ買えるようになるから、頑張ります、俺、ね、本当夢になります、頑張って、はい、頑張ります、なんで二人とも声枯れてんだよちょっとなんかね、はい、あの打ち合わせがあるみたいなから、うん、はい、申し訳ないね、押してください、今度ね、おい、まあ、声枯れすぎだよ、うるさいよ、サッカー頑張って、この後もね、うん、なんだよ、頑張って本番、ちょっと触るぐらいしろよ、それで、あいつあいつすげえ礼儀正しいな、やっぱ真面目な男だからさ、指一本も振れなかったぞうるさいよ、ありがとう、はい、ありがとう、怒られるぞ、いや行きましょうか、若林さんに、ね、車出すのこれ、ちょっとね行きましょうよ、おお、俺初めての運転だぞ、気をつけて、結構ぶつけたりするから、ね、任しとけ、俺パジェロずっと乗ってたんだから、いやいいね、これでもちょっと開けろ開けろ、何開けろ、お、じゃあ、行ってきます、あ、ありがとうございます、うん、うん、ありがとう、ね、少ねえな、出待ち、全然見に来ないね、うん、全然見に来てないよ、あ、あ、運転手さん、あ、どうも、あ、どうもありがとうございます、あ、初めてなんですよ、運転すんの、ありがとうございます、自分の、ね、金を買ったんですよ、私たちがそんな言わなくていいんだよ、別に、いや、すごい、でも、うん、なんだこれ、カーナビを、女子アナカーナビが、早く外せこれ、いやいやいや、あれどれ、オペレーターのボタンは、オペレーターオペレーターつないで出ちゃうよ、今やったらオペレーターとか、すごいいっぱいボタンついてんじゃない、あんま触んな、そここれビニールとか剥がした方がいいんじゃないの、これ触んな、そこビニールとかいいんだよ、これツルツル滑っちゃってさ、シートが座りづらいんだよ、これこのままで、いやちょっと若林さん、ちょっとね、このぐらい、うん、うるさいな、このカーナビちょっとうるさいな、うん、うん、ちょっとね、うん、私ね、うん、せっかくなんで、うん、ただドライブするのもなんだから、うん、ここでね、ちょっとうるさいな、うん、ちょっとな、これ聞こけ、聞きとけ、これよどうなってんだ、キンコンキンコンよ、どこのルート探してんだ、これよ、日本放送までのルートがさ、どこ行こうとしてんだ、このナビ、ちょっとね、ここでやりたいことあるんですよ、何よ、これちょっと、で、これハマロンが自分のいい感じに椅子やってるから、俺運転しにくいわ、これ。これハマロンサイズになってんだよ、これ。CD どこ？あ、ちょ、クリップが、下落ち。クリップ、クリップ落とすなよ。これ、ここは CD はどこ？これ？うん。ここですか？触んないよ、あんまり、ベタベタ。ここの。うん。ここ、入んねえな、全然入んねえな。え？全然入んないよ、ちょっと。なんで CD 入れんのよ、まだかけてねえんだよ、音楽。よし、これで。音楽かけてねえんだ、俺。え？音は？音それだよ、音。あ、もう出てきちゃったよ。何やってんのよ。ちょっとね、やりたいことがあるんですよ。なんだよ。うん。これ音は？ベタベタ触んない。重い。ああ、うるさい、うるさい。違う違う違う。1曲目。違う、1曲目だよ。これだよ。どれだよ、これよ。なんだ、この車。これだよ。どうなってんの、これ。1曲目。これだ。何やってんの？三曲。何だこれ。やりたいことちゃんと打ち合わせしとけよ。トラック1。ちょっと分かる。トラック1。やりたいことあったら、トラック1。ちゃんと打ち合わせ。それじゃねえ。それじゃねえんだよな。何やろうとしてんだよ。トラック1上に出てんじゃん。トラック1。3、これ。3、4。これ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 。なんで浅草キッドなんだよ。おい、この車のよ。記念すべき曲名、ビトタケシってねえぞ、お前。おい。ちょっとね。消せ、これ。いや、ちょ、死んでもやめんじゃん。新やめのコーナーやりたくてね。なんで運転しながらやんねん、そんなこと。これ、CD 入れてかかってるんで、正直ハードディスクに入りましたから。なんで運転しながらやんねん。これね、まあ、いつでもこれ聞くことできますね、この曲ね。じゃあ、いきますよ。死んでもやめんじゃねえぞ！ツバ飛んでるよ、やめろ、おい。東京都キンコンキンコンうるせえなこれ東京都マジックマイソン、おいサンタさん、出発前にきちんと射精を済まし 100% 清らかな気持ちでソリに乗り込むこと、死んでもめんじゃねえぞ。いや、ごちゃごちゃしすぎて聞き取れねえわ、おい、入ってこねえわ。これ読んだメール、ダッシュボード入れときますんで。いらねえよ、おい出せよ、それよ、一枚一枚入れてきます。出せ、バカ野郎、いらねえんだよ、そんなの。栃木県ラジオネーム、昨日が、峠。なんで昨日が峠って。おい金玉袋の毛、当たりを引くと、金玉が激しい光を出しながら、四つに分裂すること。死んだらめんじゃねえぞ。助手席で何言ってんだ、おい。というね。というねじゃねえよ。ラジオネームタケミ、
おい金玉金玉ばっかじゃねえかよお前。一個握りつぶしてももう一個あるから大丈夫という考えは稚拙極まりないこと。死んでもねえんじゃねえぞ。あのさ、下ネタ中心に選ぶなよ。というね。というねじゃねえよ。じゃあ若林さん。なんだよ。残念ですが、ラストでございます。ラストじゃねえよ。もういいよ。北海道ラジオネーム、うん、タートルネック。なんだタートルネックってよ。おい生死やねえよ。汚れのない真っ白な存在として生まれてくるが、受精し、やがて人間になると、汚れていってしまうこと。死んでもめたれぞ。降りるもうやめろ。降りるなんて降りなきゃいけないこんなところでこんな中途半端な。おい待て、おいおいおい待て待て、おい待ちなさいよ、ね、ちょっと待って待って、ちょっとちょっとおい冗談じゃないよ本当に。今ドアぶつかってなかったか金庫に。うるせえこれ今てなんかドアぶつかってなかったか鉄柱に。すげえタクシー運転手がすげえ見に来てるじゃないかよ。タクシー運転手がすげえやってんのかなって見に来てるよ。あ、初めてだよこれで入れんの。うん、えこれ消しちゃっていいの、もう。なにこれ、うん、こんな CD いらねえんだよ。バカバカしい冗談じゃないよ、うん、今ねスタジオ戻ってきましたけどね、春日がね、本当にね、深夜目やるならやるでね、段取りしとけっつうんですよ、ここのスタッフと春日はね。なんかここ入れんの、あれ入れんのって、それを一番恐れとけっていうことをやったんでね、日比谷公園の近くで降ろしてね、来ちゃいました。だから、僕は今ね、ブースの中入ってますけどもね。ということでね、ちょっとハマロンさんがね、今、スタジオに来てくれてますけれどもね。どうも、こんばんは、ハマロンです。ハマロンさんね、すごい非常に運転しやすかったと、うん、私の車はね。すごい良かった。もうすごい良かったですよ。どういう経緯で話が来たのこの仕事は。いや、だからドキキャン佐藤くんが、うんうん、なんか若林くんが、納車するから、頼むっていう。うん、理由が納車っていう。うん、運転してみたいな。まあでも俺もね、ドライブを愛する者として、晴れ舞台はやっぱ、行ってあげなきゃなってことで。でもやっぱりね、安心感がありまして、うん、上田さんのね、運転手も2年やってますから。2年やってるから、はい、運転は大丈夫だろうな、みたいな気持ちありましたけど、うん、運転手2年やってんだ。うん。そっかそっか。でも、あれですか、僕もね、最近ね、現場から現場でね、12月で忙しかったりすると、うん、はいはいはい。どうしても眠気が来ちゃう時があって、はい。で、ちょっと10分寝て、運転してスッキリしてからとかやってる時あるんですよ。はいはい。危ないですよ、それは。危ないですか？危ないです。やっぱ運転手として、やっぱ運転手いた方がいい。あれ、もしかして、またオファーかけてます、うん、だって上田さん、勘弁してくださいよ、さ、浜野さんはさ。わかるけど、その、ラジオ上そうだけど、目がもうマジだから、いやいや、すごい来ちゃってるから。聞きたいのよ、なかなか聞けないじゃん。うんうん、で、その、現場から現場、で、毎日や、運転してるでしょ、ほぼ。ほぼ毎日ですね。ほぼ毎日、うん、自分の仕事がない時は。自分の仕事がある日でも、ある日でも。片付けて、すぐダッシュで運転行ったりとか。うん、なんなら、上田さんを曲に入れて、うん、仕事して戻ってきて帰りとか、うんうん、帰りとかやってます。え、マジの話、うん、無事故で運転さ、勘弁してちょうよ。あのさ、もうケース割れちゃったよ、朝日切っても。ガシャーンって言って。あ、その音か。そうだよ。鉄柱にドアぶつかったのかなと思ったら、いや、ちょっとそれが割れた音か。私も心配しなさいよ、あなた。いや、ちょっと段取りしないからさ、そういうとこさ。いや、わかんないよ、いっぱいボタンがあって。だって初めてなんだから私乗るの。あとね、うん、みんなの手垢がドアにすごい。なんか機材乗せたり、なんか説明で開けたりでベタベタになったからな。やっぱ目立つね、黒だからね。あれ帰り吹けよ、あれ全員で、ね。まあそれはいいじゃない、お祝いだから。いや、今、浜野さんに聞いてたのよ、運転手事情を、うん。この、運転手芸人で、ね。うん、業界一の運転手芸人。運転8だからね。運転8、芸2だから、ね、スケジュールの。芸が錆びる錆びる。まあ、運転上手くなっちゃうから。もうでも無事故。
無事故です。無事故、無違反。無事故、無違反。2年半、2年間で。すごいね。毎日運転しててでしょ。毎日運転してて。もうセーフティードライブだから。セーフティードライブに。あれだよね。だから、ハマロンさんと中田さんはさ、竹山さんのドライブしてる。中田さんもよく会いますよ。運転手芸人だよね。うん、面白いよね。そうだね。一番どういうことに気をつけてるんですか、運転手として。いやー、まあ。ワンレーンでも一レーンでもちゃんとアウトインアウトであんまり車内を揺らさないとか、しっかり減速してコーナーに入っていくみたいな。それこそ上田さんが寝てたりすることもあるわけ。あるし、新聞読んでるし。ああ、そうかそうか。文字が揺れるしね。ただ逆に家の前で熟睡されると困るから、その辺はハードブレーキングで起こしたりとか、早めに強めにかけて、そのほら、すごい。一回家の前で1時間寝られたことあるんだから。それもう起きないの？なんか酔っ払っちゃって、で僕はドライバーがいるから安心して酔っ払っちゃってたら本当に寝ちゃって、で上田さん着きましたよって言っても本当赤子みたいに、まだいいよ。とか言ってて1時間粘られて、だから二度と嫌だから、もうそういう時はもう早めにブレーキ強めにかけて車中揺らして起こす、叩き起こすっていう。なるほどね。事前に眠りを浅草で浅草寝るっていう。へー、技だなそれ。すごいね。いやだからね、すごい。例えば1日に4つ入っちゃってて、朝から深夜何時までのロケっていう日は、はいはい、ビッグスモールのゴンちゃんっていうのが、スケジュールが秋に空いてる男がいるのよ。はいはい、知ってますよ、ビッグスモールね。でしょ、はい、で、頼もうかなっていう日もあるわけ、俺も。で、春日さんはほら、D ちゃんのさ、はいはいはい、もう いわば運転手付きみたいな移動の仕方してるじゃん。まあ、ありがたいですよね。だからね、俺は車で自分で運転するからね。うん、頼んで、ゴンちゃんがドライバーに当てはまってるかどうかっていうのを知りたいわけよ。なるほど。ハマロンさんからあります、そういう適性みたいな。うん、だからまず、意外だと思われるかもしれないですけども、じゃあ若林くんとそのゴンさんが、車内の室内温度が合ってるかって、これすごい大事になってくる。これ意外と大事。俺ね、寒がりで。ああ、上田さんも寒がり。あ、そう。いや、春日がバカみたいに暑がりだから。でしょ、この季節でも楽屋行ったらクーラーかけてる時とかあるから。暑いもん。また、もう27度ぐらいにしてやるんですよ。今日にして。暑い。ありますよね、エアコンの争い。ハマロンさんと上田さんは温度合うの？俺も寒がりだけど、上田さん極端に寒がりだから、そうなんだ。前だけこっそり冷房かけたりして。ああ、なるほど、なるほど。リアとね。で、そろそろ気づくなって頃にちょっと上げたりして、こう。バレないように、こう。ドライバーとして100点だね。そうなの、そうなの。俺のは助手席とリアとなんか分かれてるから、温度設定が。それはだからゴンに言っとけばいいんだ。そうそうそう、寒がりだってこと。へえ、そこまで考えるんだね。確かに大事だな。で、会話はさ、したい時とさ、寝たい時があるじゃん。はいはいはい。それを上田さんのね。うん。ハマロンさん感じてるの。もうこれは完全に2年いるから読み切ってて、発表したくないなとか、最初の挨拶のトーン低いなと思ったらもう毛黙っとこうとか。へえ。だから朝ニュースとかを2、3見といて、会話したそうだけど喋ってない時はちょっと軽く振ってみたりして、乗ってないなと思ったらスッとやめてみたりとか。その辺もう名人芸ですね。ハマロンさんも、車の中で特番作ったら絶対 MC だよね。いや、そう回してるわけだもんね、車内を。普段回してる人を車内では回すからね。すごい。そうだよね、すごいね。すごいな。そのなんかこう空気を感じるんだね。空気感じる。へぇー。だから席一つでも、新聞のめくり方一つでも、ああ、なんとなく今日はこんな感じなのかなっていうの。わかるわけ。当たってるかどうかわかんないけど、まあ読んでね。感じてね。今日はさ、ハマロンさんさ、あれ？あれ、ゴーイングじゃない上田さん。そう。それは、あの、ゴーイング入れて、こっち来て、で、マネージャーがゴーイングに向かうっていう、スクランブル体制ですよ。ANN のせいで、これ。それは、この番組に来てくださるっていうのを上田さんはご存知なんですか？知ってます。その話した？した。今日、なんで伝えたの？どういうふうに伝えたの？いや、その、上田さんと、運転ね、いつもやってますけれども、今日は若林くんの晴れ日だから、あっちに行かせていただきますと。したらなんか寸前までメールしてたんでしょ、アメフトの話題で上田さんとメールしてたのよ。ちょうど、もう本番直前まで。そうそう、フォーティナイナーズどうですかねみたいな。じゃあ、それで、その時はもうその話通ってる時だね。通ってる。だから上田さん後輩のためにシークレットでやってくれたわけですよ。申し訳ないですね、なんか。いや、俺、ゴンをちょっと、頼む日も作ろうかなと、朝5時半入りで夜2時終わりとか、時あんじゃん？まあそうね。何回かだからお試しでさ、運転してもらえばいいじゃない。でも偉そうだよね、それもね。まあ、まあでもね、事務所の後輩だし、お手伝いみたいな。どうしよう、寝たいのにガンガン話しかけてきたら。
や、変な話さ、うん、今日の収録こうだってよみたいな話もするわけじゃん。しますよ、しますよ。じゃあ、だから、ハマロンさんはさ、テレビの世界の話をすごい知ってる芸人だよね。うん、確かにね。こういう感じなんだみたいな。スタジオの絡みとかね、うんうんうん、はい。あそこどうだったんですかとか。結構みんなびっくりしたりするもんね、それは。うん、いやー、ね、すごい、一番知ってる男だじゃん。まあ、あんま聞かないけどね、うん、俺らも。ここはやっぱ行きじゃないからさ。まあまあそうね。いっぱい聞くのさ。なんかでもドライバーとしては、その、今日の収録あそこ良かったですねって言って、ちょっとテンション上げようと思うんだけど、うん、意外と勝負になるよね。その、そんな本人気に入ってないみたいな可能性もあるから、からそこで芸人としての腕も上がるかもしれない。あ、それはね、なるほど。ゴンちゃんは失敗すると思う。本当に褒めてほしいとこね、スパッとリアルにつかないといけない。テンション上げて。なるほど、なるほど。そしたら運転技術としてはさ、こう、回るところとかもそうだしさ、うん、やっぱり、乗ってる人をびっくりさせないとか。そう、だから、すごい細かい話で言えば、うん、じゃあある段差を斜めから入った時に、うん、タイヤは4つあるから衝撃、ドン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 と4回、4回来るでしょ、うん、でも俺ぐらいになってくると、うん、まず左前ぶつけて、うん、したら右前と左後ろを同時にぶつけて、うん、ドンドンと、うん。だから、3回で衝撃をするっていう。もうこういうことだから、みんなが思ってるより斜めに入ってる。いや、もうそれ。だ上さんに語ったことはないけどね。上さん、あんた知らないかもしれないけど、衝撃毎回1回少ないんだよっていう。そうか。やってますから、これ。あんまり、そうそう。あの、角度強くしちゃうと4回来るけど。4回けど、右前と左後ろ、こうしなってなるほど、そうか。グッとハンドルの切ってね。で、今度は地下入ってって、うん、駐車場のチケット取るときとか、上さん寒がりだから、うん、あんまり長く開けちゃダメだから、うん、ジャストのタイミングで窓を下ろして、スパッと取ってジャストで開けるって。なるべく車中冷やさない。ジャブみたいに中だけ取っちゃって。すごい技だな。なかすごいね、こだわってるね。例えば、じゃあ広い駐車場があった時に、うん、上さんがその、ウィーンって開いて駐車場に出た時に、うん、どこに車があるかわからないから、その時うちの車、遠くから遠隔操作でロックを外せる。そうすると、上さんがその広い駐車場に入った瞬間にピピって押すと、うん、ウィンカーが光って音が鳴るから、うん、車ここですよって光るって。常にボタン持ってここだっていう。達人だね、もう安すぎますね。すごいな。いや、俺もちょっとハンマロンさんにオファーしたいわ。
まあ、若林って言えば、ランドクルーザーみたいなイメージがね、なんか定着してますけども。そんなことはないよ。車変えたんすよね。うん。うん、で、ハイブリッドの小さい車に変えたんですよね。うん、で、なんかそれどういう流れかっていうと、その、まあ、皆さんおなじみの永井というトヨタのあのディーラーっていうんですかね、営業マン、ね、うん、がいて、うん、なんかすごいね、よくね、連絡してきてはね、俺にふっかけてくるんですよね。なんか、若林さん、まあいろんなね、車が出るたびですよ。若林さん、まだ、うん。これは、言えないんですけども、うん、若林さんの好きそうな車が発売されます。みたいな。電話してきて、で、うん、どういう車からは教えてくれないっていうことがあって、うん、何ヶ月後かに公表されたら、見ましたかみたいな。見てないんです、うん、大体私。うん、なんか、うん、トヨタのね、復刻版です、みたいな。うんうん、それなんか、購入されたらいかがですかというか、そういうことは言わなくて、まあ、俺のことを車好きだと思って、うん、ぜひ試乗しに来てください、みたいな。で、なんか、車をね、買うつもりはないけど、試乗してみて、いろんな車を知るのが、まあ、好きで、うん、まあ、空き時間なんかにもね、うん、試乗したりしてますけども。あ、そうなの？うん。うん、で、この間他社のね、うん、まあ、他社というか、まあ、マツダですけども、マツダの車試乗してきたなんていうことを永井にちょっと言うと、永井が焦り出すんですよ。うん、ちょっとうちのも試乗していいっていう。それが見たくてね、マツダの CX3 乗ってきたよとか、うん、まあ話したりとか。うん、で、まあ、うん、他の場所でね、試乗しようと、うん、俺もちょっといじってるみたいな感じよ。他の、うん、営業所で試乗しようとする風に見せて、うん、いや、ぜひうちでと。持ってきましょうか、みたいな。いやいや、みたいなことをよくやってたのよ。うん、仲いいな、おい、さ。長いと。で、長いがね、まあ、というわけよ、なんかハイブリッド、うん、若林さんなんか車大きくて駐車場に困ってるっておっしゃったんで、ハイブリッドで小さい車出ます、みたいな。うんうんうん、また長いじゃん、みたいな。俺はなんか、ランドクルーザーの若林だよ、みたいな。いやー、もう、それはもちろん知ってます、みたいな。お前さんのやりとりをね。そんな浸透してないからね。うん、我々は知ってる。黙ってろ、黙ってろ、お前。久しぶりにラジオ来て、お前。調子こくな、お前。それでね、まあ、うん、ハイブリッドのね、小さい車乗ってみてくださいよー、うん、みたいな。長井ちゃんが言うから、うん、で持ってきてくれてね、うちの近くまで、うん、で試乗させてもらったのよ、うん、でまあすぐ買うことに決めて、いやもう思い通り長井ちゃんの長井ちゃんうまいんだろうね、だから、ね、長井はそういうつもりじゃないっつってたよ、うん、買ってほしいとかそういうことじゃなくて、いい車を若林さんに知ってほしいんですよ話だったから、うん、俺は長井の言葉を信じるよ、うんうん、で何が良かったってね、やっぱりね、うん、小さいから運転しやすかったんですよ、ね。ランドクルーザーの若林どこ行っちゃったのよ。うん。で、あと燃費がいいっていうね、ハイブリッドだからっつって、うん、なんか、いろんな、こう、ピピピピってこう、なんかこう、うん、なんか、鳴ったりとか、ブレーキかけた方がいいですよ、みたいな。なんか頭がいいんですよね。また、ランクルと、ね、タイプが違う車で。うんうん、それで、長井ちゃん俺買うよ、みたいな。うん、で、若林さん、これは私が言うことじゃないかもしれないですけども、うん、ランドクルーザーは、手放さないっていう方向いかがでしょうか、うん、長井はそう思いますって言って、長井ちゃんどういうことよって、うん、で。ランドクルーザーの若林っていうのも、日本のね、方に浸透してますし。いや、そうでもない。我々だけだよ。調子乗んな久しぶりにラジオ来て、一周明けたくせに、ああ、てめえ、ほら。で、俺はね、で、ランクル手放さない方がいいですよってことだったから、うん、どういうこと言ってんの長井ちゃん。そう、そうだよね。やっぱ駐車場借りていただいて、うん、ランドクルーザーには、その休みの日とか乗っていただいて、うん、普段使いの小さい車はいかがでしょうかみたいな。はあ。でも長井ちゃん、その駐車場代と保険とかで1台持っとくだけでだいぶかかんねえな。1年でどれぐらい持っとくだけで2台持ちと1台に変えるのって、ちょっと計算してよ、長井ちゃん。つって、わかりました。みたいなね。うん、長井ちゃん、こんな安い駐車場ないよ、うちの周りには、みたいな。すいません、ちょっと休みのところをイメージしよう。うん、やめとけ、お前みたいなね、うん。ことが、なんか、営業所の中であって。何なんだよ、その会話。結局買う買わないって話でしょ。で、ランクルを手放して、
うん、新しいハイブリッドにするのか、ランクルも持っとくのか、みたいな。それはその長井ちゃん的にはなぜ持っといた方がいいっていう、その後々。だからさっきも言ったよ、ランクルの若林が浸透してるから。いやいや、そんなしてないんだって。お前調子乗んなよ、お前。恥ずかしい。調子乗ってない、別に。恥ずかしい。何が恥ずかしい。どっちが恥ずかしいんだよ。そういえば言っといてあげないと、他で恥かくと思ってね、若林さん。まあまあまあ、落ち着けよ、お前。クリーピーナッツに影響されてとんがってんじゃないよ、お前。それでね。そういうつもりないんだよ。あまりにも高くて手放すことにしたんですよ。いや、それはね、2台、家族いるわけじゃないからね。そしたらね、やっぱ国がね、ハイブリッドに乗りましょうってことなんでしょうね。保険とか全然安いんですよね。へぇ、やっぱりもう全然違う。7、8万違うのよ。はぁ、でかいね。こんな違うもんなんだなって思いながらさ。うん、小さいぐらいで、やっぱでもこう出待ちがね、いつも、まあ、200人ちょいぐらいいるんですけどね、このラジオは。結構こう悲しんでた。俺がハイブリッドこれ台車ですよねみたいな。いや変えたのよっつってリスナーに言ったら、結構泣き崩れちゃう女の子とかいないよ。あの子だね、いないよ。なんかもう20歳ぐらい若い子だったよね。若い子もいないよ、一人も。ね、200人いないし、ランクル乗ってる若林さんが好きだったのに、うん、みたいに言って、泣き崩れちゃったから、うん、なんか耳元にキスしたら泣き止んでましたけど。で、まあね、そんな話も、そんな話も、お前調子乗ってんのか、お前マジで。調子乗っていないよ。愛の手調子乗ってんの、お前は。調子乗ってない。恥ずかしい。事実を言って200人いないし。恥ずかしいやことやめろ、お前。な、若い子もいねえし。お前も話してていいぞ、フィリピンの話、俺が話してる間に。おかしいだろ、それ。ステレオ放送みたいなさ。え？何言い例えしてんだよ、お前、うん。チャレンジするか、今のお前の素晴らしい例え。ステレオ放送。しなくて別にいいよ。じゃあエンディングの最後のところに入れてやるよ、ステレオ放送。いや、別に。先約だよ、予約済みだよ。恥ずかしい。春日さんまで予約済みだよ。待て待て待て。決めに行ったみたいになるじゃないかよ、私。予約済みだよな。うん、だからね、結局、だから別にそれね、変えたってことでしょ？ね、変えたのよ。うん、で、いいじゃない。まあ、長井ちゃんとさ、いろいろ相談してさ、うん、まあ、エアロもつけたのよ。シルバーのね。なんだエアロって。ん？何エアロって。うん、なんかこう、普通の、なんかプレーンな車体の、うん、下の部分に、うんうん、シルバーのパネルをぐーっと入れたんですよ。あ、やった。だからいわゆるカスタムみたいなこと。そうよ、入れたのよ。パネルを入れたのよ。それはね、長井ちゃんおすすめでってこと？二人で相談だよ。長井ちゃん、これさ、うん、パネル入れたらさ、うん、入れたものは、現物見れないわけじゃないつって、うん。このパソコンのさ、仮のイメージだけで判断しなきゃいけないわけみたいな。うん、長井ちゃんよ。いや、自信あります。うん、これ若林さん、絶対パネル入れた方がいいんだよ、つって。あー、わかるよ、つって。うん、ちょっとこう営業者っぽいんだよね、パネル入れないとね、エアロ入れないとね、つって。入れちゃうよ、つって俺も言って。うん、もうなんか、そういう会話があってさ、うんうんうん、やっちゃいましょう、みたいな。で、あとは、ナンバーの周りをね、シルバーの縁で囲ったんですよね。うん、やってるね、いいですね、うん、おしゃれだね。そうそう。ああ、そうですか。まあ、それも長井ちゃんと相談して。うん。うん、で、あと、トヨタのマークに、うんうん、もうそれも縁になんかブルーのラインを入れたんですよね。うん、トヨタのマークの。カスタムですね。カスタムしたわけよ。うん。うんうん、で、なんか結構なんかその、タイヤのね、ホイールをね、うん、俺は真っ黒にしたいと。言ったら、うん、黒すぎるんじゃないですかね、みたいな。うん、いや、長井ちゃん。うん、買う本人が真っ黒のホイールがいいって言ってんだよ、つって。いや、うん、シルバーのラインがちょっと入ってた方が、うん、パネルも、エアロも入れますし、うん、まあなー、つって、うん、長井ちゃん真っ黒じゃない方がいい、つって、うん、はい、その方がいいかと。ちょっとシティ感覚が出ると思うんですよ。シルバー入れた方が、みたいな。若林さんちょっとそういうシティ派のイメージがあるんで。シティ派？わかるよ、つって俺は言ってね。何が長井ちゃんシルバー入れちゃおう、つってね。もう入れたんですけど、ね。もう乗せられちゃって、ずっと。ものすごい乗せられてるじゃない。でね、今回の、まずね、ガソリンをね、あんなに入れなくてもいいんだっていう驚きとね、小さい車、東京は走りやすいっていうことを知ったね、俺はね。今まで通り抜けられなかった道がガンガンで、入れられなかった駐車場にバンバン入れられるっていうことで、あと、まあ何よりランクルを乗ってるより、テレビ局の駐車場でいじられないっていうのがあるよね。やっぱりハイブリッドの車に乗ってんのが俺に似合ってるんでしょうか。まあ違和感はないかもしれないね。うん。でもなんかね、自分で分かったよ。その、
そういう、こう、コンパクトな、なんかこう、特に、とんがってない車に乗りつつ、シルバーのエアロをちょい足しする。これが若林っていうキャラクターなんだなっていうのを車を通じて知りました。はい、知りました。なるほどね。ちょっとした。うん、自分を知ったよ。ちょっとしたカスタムですね。そう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 。で、まあ、ランクルーからね、なんか、ハイブリッドに変えたこと、まあ、小木さんにめちゃくちゃ怒られて。なんで怒られんの？あの、小木ヤギさんの番組出させていただいた時があって、あの、愛車編でさ、ね、昔も見たと思うけどさ。まあ、まだね、あれだけど。ね、見ろばかてね、うん。それで、あの、若林が、おとなしそうな若林がランクル乗ってるってのがすごい良かったのに、うん、お前のなんかそういう、そういう部分あるんだみたいな驚きがあったのに、お前がハイブリッド乗っちゃったらもう若林じゃんみたいな。なるほど。なんで変えちゃったの？結構大木さんがずっと、なんで変えちゃったのよって言ってて、なんかもう結構そういう感じで面白かったんだけどっていう言っていただいて、で、まあなんか、あとガソリンスタンドのおじさんもショック受けてたね。ガソリン入れてたら、あれ、若林さん、これ台車ですよねみたいな。まあ、いつも入れに行くとか、いや、変えたんすよ。さ、ショックでさ、愛車遍歴。で、ランクルの若林ってイメージがもうこのね、あの、界隈ではあるんで。いや、ないだ、その人だけだよ。接してるから、お前、そういうキャラで行こうとしてんのか。フィリピンから帰ってきたら。決めたのか、フィリピンで。東京に戻ったら、ちょっととんがっていこうって。いや、そんなわけないけど、そういうことじゃないけどね。いや、若林さん、勘違いをされてるからさ。何が勘違いだよ。あら、ほんなんて恥ずかしい。まあ、そうだったら今いいけどさ。そうそうそう。で、あの、まあ、ランクルをね、手放すからね、ランクルを持ってって、営業所で乗り換えるんだけど、なんかランクルを止めて、その横に新車があって、ランクルと新車の間に俺が立ってる写真を長井が撮るっていうのをね、まあ結構8枚ぐらい撮ったかな。縦と横4枚ずつだよ。ああ、いいです。まあまあ、そうね。さよならということで。ね、その後、新車の前で、なんか、俺と永井と、あと、メカニカルの整備士さん、全員出てきてもらって、みんなでこう、二列になって、前列はしゃがむ、後ろ列は立って、腕組みね。なんですか。それで写真撮ったんです。したら、新車が全然見えないっていうね。まあ、こんなベタなお茶あるか何年かやってるラジオで。なんで、それ写真って撮るもんなの？私、車買ったことないから分からんけど。それは撮りましょうよって言うのよ、俺が。あ、若林さん初で？そうそうそう。あ、向こうの人じゃなくてね。で、そらそうよ。だってこれからお世話になるんだから、いろいろ車検とかなんとか、ね。あ、そういうもんなの？そう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 。まあまあ。そうなのね。そうそう。それで、永井がね、ちょっと地雷踏んじゃってたね、俺のね。永井が地雷踏んでた。そのランクルを売りに出す時の査定よ。あの、ね。売りに出すじゃないな。大事だね。言っちゃってたね。言っちゃってる。若林さん、あの、助手席と後部座席が、ほぼ新品なので、こんな高額で売れたこと見たことありません、つって。長井ちゃん、それダメよ、独身に、そんな、ストロングスタイルで営業してんの？なんつって。思わずね。革が新品でシールを剥がしてなかったらしいのよ。でもしょうがないな、あれなんかでもテンション上がっちゃったんだろうね。もうほぼね、運転席だけ取り替えが新品だっつって。